こんばんは、イノセッツです。聞こえておりますでしょうか。というふうに早速、今回は、そうですね早速イノセッツですというふうに、挨拶をさせていただいたんですけども、本来そのチャンネルが小地鏡という名前なので、どこまでこの名前が認知されているのかっていうのも最近ではまだ正直自信がないところであったりもするんですけれども、とりあえず BGM と、失礼しました、BGM 等々聞こえておりましたら、あと声が聞こえているかどうかということを、もし聞こえていなかったら悲惨なので、聞こえていたら教えていただけるとありがたいです。皆さんお越しくださいましてありがとうございます。正本さんといい、いつもの三好さん、あと高木美濃守さんとか皆さん、高齢の皆さんですけれども、あ、聞こえておりますか。はい、BGM が大きすぎるとか小さすぎるとかそういったことがあればまた教えていただければありがたいです。僕の方からはその自分の声と BGM の兼ね合いというのがわからないので教えていただけると助かります。はい、そうですね、こちらのチャンネルの方からも最近僕以外にも考古学の方を中心とする方に声をかけさせていただいて、城に関する動画とかを出したりもしているところですけど、 BGM もちょっと小さいですか。はい、もう少し上げます。これくらいでどうですかね。もう少し、じゃあこれくらいで、はい、聞こえているとのことですので、はい、続けさせていただきます。こんばんは。あ、まとめ管理人さんもこんばんは。そうですね、早速最初に武さんと、高木美濃守さんからチキン食らいつきながら着陣、メリークリスマスの明け字ですかね。そうですね、もう今日は世間ではクリスマスイブですよね。こんな時に何の配信だっていう風に思われるかもしれないですけれども、まあまあまあ、そうですね、別に皆さんに予定がないでしょうとかそういう話ではなくてですね、明日その正本さんの足利将軍総選挙の締め切り日があるじゃないですか。で、これはソースが僕の話ですけれども、締め切り直前にまであらゆることは引き延ばしにしてしまうことがあるので、明日の夜は案外皆さん慌ただしいのではないかというふうに思いまして、少し土曜ではなく早めて今日というふうにさせていただきます。この BGM もどっかで聞いたことあるんだけどなんだっけという、あ、これはですね、シャローさんという方が出している 2.25AM という、BGM ですね。はい、ということで、まず最初にそういった話からですけれども、では、そうですね、正本さんの最後の駆け込み投票待ってますということで、僕もちょっとまだこの今回の生放送の準備でまだ投票できてないので、駆け込み投票をさせていただこうとまた思っております。では、まあ、正本さんの足利将軍総選挙といい、あと今日は他には牛一さんの投稿されてましたね、新田氏解説の動画といい、そういったものが続々出てきている中ですが、僕の方からは楽中楽外図についての、解説生放送ということで始めさせていただこうと思います。で、早速最初に、楽中楽外図というふうにテーマで銘打っているんですけれども、まず楽中楽外図ってなんだよっていう方も、まあこの今見ていらっしゃる方は知っている方が多いような気がするんですけれども、アーカイブの方とかを含めればなんだそれっていう方もいらっしゃるかもしれないと言いますか、いらっしゃると思うので、まず楽中楽外図とは何ぞやという話から始めさせていただきます。まず楽中楽外図と言いますのは、 こちらに示しております通り、京都周辺の景観風俗を描いた屏風でございます。江戸期のものを含めると100を超えるということで、
かなりたくさんの数残ってるんですね。しかし一方で、室町幕府時代ですね、我らが室町幕府時代を描いた洛中洛外図というのはわずか4点しか残っておりません。これがいわゆる初期洛中洛外図と言われるものたちですね。4点あります。そして今回のテーマとなりますのが、洛中洛外図のうち歴博稿本と言われるものです。こちらが、現存最古の洛中洛外図です。で今回はこれについての話なんですけれども、実は最古の洛中洛外図っていうのは他に一応あるので、厳密には今回のタイトルはタイトル詐欺に当たるのかもしれないんですけれども、今回扱うのは現存最古のものですね。でこちらの屏風は、まあ、僕自身もよく動画中で使っておりますし、政本さんの動画でも結構たくさん出てきているとものだと思います。そうですね、高木美濃守さんがおっしゃってますけれども、一番有名なのは上杉本で、こちらがその、まあ、信長にまつわる品であるっていうのと、あとは、まあ、一番絢爛豪華っていうのもあって注目を浴びて研究が進んだものですね。ということで上杉本はすごい研究されてるんですけど、歴博稿本っていうのは割とここ数年になって注目され始めたものです、というような感じのものなんですけれども、まずその初期洛中洛外図屏風というものを見ていこうと思うんですけれども、それがとりあえずこの5つですね。さっき4つって言ったんですけども、1つは現存しない朝倉本というものが記録に見えます。こちら三条西実隆という公家の日記に記されていて、作られたっていうことはわかるんですけど、現存しないということで、まあ幻の洛中洛外図というふうになっております。作られたのが確か文治2年だったかなという感じですけど、まあ大体文治年代くらいで、いわゆる細川政元の時代の記事で作られたということがわかっているので、どんな京都が描かれていたのか興味深いところではあるんですけれども、残念ながらそれを見ることはできないというようなものです。そして今回扱うのが歴博稿本ですね。他にも東博模本、上杉本、歴博乙本というものがありまして、いずれも室町幕府時代の京都を描いたものなんですけど、東博模本や歴博乙本に関してはあまり研究が進んでいないということもあって、特に今回は取り上げません。今回取り上げるのは、歴博稿本になります。そしてですね、とりあえずまず歴博稿本がどんなものなのかということを見ていただこうと思うんですけど、こちらですね、まず、2つあります。屏風が、セットで1つというような形で一対のものになってるんですね。一つが、上行、一つが下行ということで、北の方を描いたものと南の方を描いたものに分かれております。よく僕や政本さんが使っているのが、いわゆる左隻のところに描かれている幕府ですね、というような形のもので、あ、甲乙で何か関係あるのかなっていうのは、これはそのいわゆる歴博っていうのが、国立歴史民俗、資料博物館でしたかね、そういう場所がありまして、そこがいわゆる歴博で、そこに2つ所蔵されているので、その2つを見分けることができるように歴博稿本、歴博乙本っていうふうに分けている。上杉本しか知らなかったっていうのは、まあ、上杉本が一番有名なのでそういうものだと思います。で上杉本は非常に研究史が分厚いので、とても1回の放送で取り扱えるものではないので、今回は外させていただきました。まあ、特にそのこの界隈では僕の動画であるとか政本さんの動画であるとか を見ている人たちからすれば、馴染み深いのはどっちかというとこの歴博稿本だと思いますので、まずこの歴博稿本をについて見ていこうと思います。そうですね、船木本何でしたっけね、ちょっと僕もちょっと全て把握できてるわけではないんですけれども、船木本は、すみませんね、これは結構ちょっと時代が下りますね。しばらくこの初期洛中洛外図から
後のものになるんだと思います。まあ、こちらもその何でしょう、初期六十六絵図ではないのかもしれないんですけど、まあ重要な文化財ということになるんだと思います。江戸時代、そうですね、あの正元さんがおっしゃってるような形で江戸時代のものです。では早速次に行こうと思うんですけれども、歴博稿本の研究というものは従来その上杉本に関心がいたためかあまり進まなかったんですね。ということで、そんなに進んでいなかったんですけれども、それを一気に進めたのが、すみません、小谷道博氏ってなってますけど、小島道博氏です。すみません、これはあの誤植ですね、ごめんなさい。小島道博さんという方が、研究を進められました。ご専門が日本中世史の方なんですけれども、この歴博稿本を所蔵している国立民族資料館だったか、これも資料博物館だったかもしれないですけど、で教授を務めていらっしゃる方ということで、その勤め先の所蔵品ということもあって研究を進められたんですね。ということで、この方の研究によって歴博稿本に関する研究が一気に進みまして、通説を形成するに至りました。まあその小島氏の説について詳しく知りたいという方はこちらに挙げました、描かれた戦国の京都洛中洛絵図を読むというものをとりあえず示しているんですけれども、まあ、詳しく知りたいという方はこれで、まあ、これからその中身の概要をまず見ていこうと思います。まずですね、ここがちょうど僕や正元さんが動画でよく使っている箇所になるんですけれども、室町幕府周辺左隻の右の方ですね、室町幕府を描いた箇所がございます。小島氏もまずここに着目したんですね。ということで、アップして見てみますとこのような形になります。まあここからは絵を見ていくので、見づらいという方はちょっと動画を視聴するときの設定を高画質にしてみたりとか、ちょっと画面を拡大してみたりとかした方がもしかすると見やすいっていう方もいるかもしれないので、小さくて見にくいっていう方はそういった対応といいますか、まあこちらとしては特にもう何もできないので、随時対応をお願いできますと助かります。まずその幕府の本拠地であります柳の御所、ここの、描写に着目しました。まず柳の御所とは何ぞやという話なんですけど、柳の御所というのは慣例であります細川隆国が、自らが擁立した将軍の足利義晴のために、政治を執り行い自らが住居とする場所として作ってあげた場所ということになります。まあこの足利義晴が擁立されるに至るまでの経緯には、まあここには詳しい方がぞろぞろいらっしゃいますけど、すったもんだありまして、前の将軍だった足利義胤っていうのが、開園だったか即位式だったか忘れましたけど、すっぽらかして家出といいますか、京都から出て行ってしまうんですね。ということで、代わりに将軍いるじゃないかっていうことでナンバー2でありました細川隆国が、備前から、備前に預けられていた足利義晴を連れてきて、将軍の座に座らせて、で御所を作ってあげたということですね。ということで、まあ、この時肖像画としてはなんとなく義晴の方がおじさんっぽいですけど、これは義晴が亡くなる直前に描かせたものなんで、実際には隆国の方が圧倒的に年上で、義晴は小さな子供っていう感じですね。で、正元さんが補足してくださってますね。五ヶ島原天皇の即位式。そうでしたね。そうでした、そうでした。すみません、ありがとうございます。ということで、この細川隆国が足利義晴のために作ってあげた、まあ、言ってみれば、この足利義晴の御所なわけですね。で、もう少しアップして見てみますと、顔が描かれていない人物がいることがわかります。体だけ見えていて、顔は隠れていて見えない。屋根に隠れてしまっていて見えないっていう描写があるんですけれども、これはいわゆる身分の高い高貴な人の場合、その密で顔を隠したりする
ていうのがあるじゃないですか。その女性が自分の顔がわからないようにミスを垂らしてわからないようにしていたり、あとは天皇とかそういった人がミスを垂らして自分の顔がわからないようにして対面するとか、そういった形のものがあるっていうのが有名だと思うんですけれども、同じような描写で将軍となるとものすごい高貴な人なので顔は描かない、描かないことによってこの人が高貴な人であるってことを示すっていうような描写の仕方をがされていて、これが足利義晴なんだというふうに小島氏は推定されました。では続いてこの御所の左隣にあります細川天宮邸、こちらの屋敷を見ていこうと思います。細川天宮邸というのは、まあ、言わずもがな細川天宮家という家の屋敷なんですけれども、この人たち何をしている人たちかと言いますと、官吏を務めておりました。先ほどその将軍義晴を擁立した人物として、擁立した人物として紹介しました、細川高国の、まあ、補佐にあたっていた人物で、まあ、ここの当主であります細川忠方は、高国のいとこにあたるわけですね。ということで、まあ、幕府ナンバー2を支える存在なので、まあ、ナンバー3と言っていいか分かんないですけど、まあ、そういったナンバー2を支えるポジションの人たちですね。でこれをもう少しアップで見てみますと、正面の、縁側ですか、ここに座っている人たちが見えまして、これが当主であります細川忠方とその息子である細川氏綱を描いたものだというふうに、推定されております。忠方氏綱親子の姿がここに見えるわけですね。はい、ということなんですけれども、では続いてそのさらに左隣、細川慶長邸、細川慶長家の邸宅でございます。ここが先ほどその将軍義晴を擁立した党の本人ですね。幕府ナンバー2細川高国の屋敷です。で同じようにその正面の縁側に当主となる人物が描かれているはずなんですけれども、このちょうど、水色の枠で囲った人物ですね、この人が当主であるというふうに推定されます。しかしですね、細川高国は先ほど申し上げました、足利義晴の御所の建設地が決まり次第、頭を剃って出家して家督を譲ってしまったわけなので、すでに細川高国は出家しているはずなんですね。ということなので、この人物はおそらく高国ではない、高国はすでに出家しているはずだということなんですけど、家督を譲ったってことはここに描かれているのは高国から家督を譲り受けた人物だっていうふうに考えるのが、まあ、妥当ですよね。ということで、この水色の枠で囲った人物が誰かと言いますと、この時、高国から家督を譲り受けていた嫡男の細川種国という人物がおります。この人物におそらく、この人物がおそらく描かれたものであると考えられるわけですね。あ、そうですね、ちょっとタイムラグのせいでちょっと多分拾えなかったんですけど、ちょうど種国さんとか、種国っていう風に、書いてくださっている高木美濃の神さんや、三木さんなどがおられるので、その通りです、種国でございます。こちらに描かれておりますのが細川種国では、高国は一体どこにいるんだということになるんですけれども、後ろの方にただ一人ポツンと座っている人物が描かれております。でこの人物が誰かということなんですけれども、まあ服装などから見てすでに出家した人物っぽいということもありまして、出家して家督を譲った細川高国の姿がここに描かれているというふうに、推定されるわけですね。ということで細川慶長家をの邸宅を見直しますと、隠居した高国が後ろの方に控えていて、正面に当主として描かれるのは細川種国であるというふうに、推定されるわけでございます。
です。ウォーリーならぬ高国を探せかというふうに、ありますけれども、そうですね、高国に限らず基本的にこういった人物否定に関してはウォーリーを探せに近いような形で書かれたんじゃないかっていうふうにも思われますね。見た人があこれ誰誰だ、これ誰誰だみたいな感じのものが分かるような形で描写されているということですね。あ、島吉さんどうもありがとうございます。そうですね、 OP さんがおっしゃってますけど、隠居だから奥にいるっていう感じで描かれております。でここまで見てきた幕府政治の舞台をもう一度一望しますと、足利義晴、細川忠方、宇治綱、細川谷国がわりかし正面の方にいて、まあ最前線にいて未だ政治の中心にいるということがわかる。一方細川隆国は隠居の身になって後ろの方に控えて、この人たちの政治を、まあ、静かに見守っているというような印象を受ける描き方になっております。ということで、まあ、そういう形でその隆国隠居後の幕府政治の様子を、描いたものだというふうに小島氏は推定されました。そうですね、くるみさんが今おっしゃってますけども、これはネットで公開されているのでぜひアップにして実際に見てみてください。僕もそこから画像を今回撮ってきているというかいただいておりますので、一方ですね、こういった形で幕府政治の舞台が描かれているんですけれども、その右側というか右上ですね、犬大物が行われている表現がございます。他の洛中洛外図にはこういった表現は見られない。他の洛中洛外図にはこう、ここで犬大物が行われているとか、犬大物の、まあ、いわゆる犬馬場、犬大物を行うための場所、犬馬場は描かれていないというようなことで、ちょっと特徴的な歴博稿本特有の表現がここに描かれているということになります。ちょっと拡大して見てみましょう。はい、川が流れていて、川で隔てられた向こうに、犬大物を行う場所がある。でここで実際に犬大物が行われている様子が、描かれているんですね。で犬大物といえばなんですけれども、実は犬大物と言いますと先ほどまで見てきました関連の細川隆国、この人も犬大物への造形が深い人物でありました。そのことを記したのが、御保証寺関白記、近衛久通の日記、奥下さんの日記なんですけれども、高国が犬大物をやったことの記事があります。晴れ、犬大物あり、慶長長行と云々、犬大物を細川高国が行いましたと。慶長というのが高国のことですね。似て犬と云々、珍しき作法と云々ということで、まあ、その後息子の種家とかが見物してきましたという記事が続いているんですけど、高国が行った犬大物で似て犬という珍しい作法が取られたということが、記されております。そしてですね、有名ではないんでしょうけど、細川隆国のさっきまで見てきた肖像画の画賛にも犬大物の名手だったっていうことが記されております。僕もちょっと拡大して読んでみようと思ったんですけど、ちょっとなかなか字は読めるんですけど、何が書いてあるのかっていうことがはっきりとは読めなかったので、ちょっと今日は持ってこれなかったんですけど、犬大物の名手だったってことが肖像画の画賛に記されております。細川隆国は非常に犬大物と、ゆかりが深い人物だったわけですね。そしてですね、これに関連しまして、歴博稿本の犬大物はちょっと特徴的なのは、普通犬大物というのは、まあ、そもそも犬大物が何だっていうことをちょっと説明しそびれていたんですけど、まあ、早い話、犬を射る競技ですね。射るといってもその尖った矢で射るわけではなくて、その矢の先端はちょっと布か何かでくるんでおいて、布は綿ですかね、ちょっと分かんないですけど、くるんでおいて犬が死なないようにはするんですけど、まあそういう危なくないようにした棒で犬を狙う、まあ十分犬にとってはかわいそうな
競技なんですけれども、普通はそのみんなしてその犬ババの中に犬をバーッというふうに放って、でそれぞれが犬に当てて、でそのポイントを稼ぐっていうような形を取るので、こんな風に二手から一匹の犬を狙うなんていうやり方は普通はやらないということで、これはその先ほどまで見てきたように細川貴国とゆかりが深いような描かれ方をしている屏風なので、貴国が得意とした似て犬、もしかするとこれがそのいわゆるそのこういった形で二手から犬を置いて、まあ先に当てた者勝ちみたいな競技なんですかね。そういう作法を描写しているのではないかというふうに、小島氏は推定されました。そうですね、逃げ上手の若君でも犬王物の描写があったので、犬王物ってなんだっていう方はあれを見るのが一番イメージしやすいんじゃないかと思いますけど、まあ、あの犬に当ててポイントを稼ぐ競技みたいな感じですね。ということで、ここに描かれている犬王物も細川貴子にゆかりのものかもしれないと、貴国が得意とした犬王物の作法をここで表現しているのかもしれないというふうに、考えたわけですね。そしてもう一つ特徴として、この、左側に川が描かれております。小島氏はこれは、高野川の東岸にあった犬ババ、そういう場所にも犬ババがあったそうなので、おそらくそこを描いたものであろうというふうに否定しました。しかし、この高野川東岸というのは全くその絵に描かれた位置とは全然違う場所にあります。なので位置的には全く違う場所にある犬ババがわざわざ、幕府の近くに移動されてきて、実際にはない場所にそのわざわざ地形を変えて描かれたと、強引に描き込ませたような形になるというふうに推定したわけですね。とすれば位置的には全く違う場所にわざわざこの犬ババが描かれて、無理やり、犬王物の表現をぶち込んでいるということですでございますので、そうですね、後ほど触れるんですけど、正本さんがおっしゃってるように時世の句でも犬王物に触れてたくらい犬王物に達者な人物でした。ということでここまでするっていうことは細川貴国の実績を描き込んでいる可能性が高いというようなことを踏まえまして、この屏風を発注したのは細川貴国その人ではないかというふうに小島道博氏は結論されました。ネットを見ても大体この説が取られていると思います。まあね、ネットを見てもというふうに言うと非常にあれですけども、通説というふうになっているのがこれですね。細川貴国が書かせたものだと。でその細川貴国が書かせたものであるとすれば、何のために書かせたのかというと、貴国は、足利義晴を擁立して、御所が立つということを決めたと。そして嫡男の、谷国に家督を譲ったというところまで行って、この人はこれまで細川住元という、宿敵と家督をずっと争い合っていたんですけれども、ようやく自分による政治を軌道に乗せたと、やっと安定した政権運営ができるようになったということで、この屏風は、小島氏の表現を借りれば細川貴国が勝利宣言として描かれたものだと、勝利宣言として描かせたもの、自分の勝利を喧伝するような意図を持って描かせたものではないかというふうに指摘されております。では貴国が理想としたその政権は維持できたのか、ちょっと見ていきましょう。まず貴国が家督を譲った細川谷国が家督を継いだのが大永5年4月でございます。しかしですね、同年10月病気になってしまいまして早くも亡くなります。ということで屏風に描かれているように細川谷国が、細川慶長家の当主だった期間はわずか6ヶ月ほどで終わってしまいました。でそうなってしまいますと、そうですね、この嫡男の死をどうも細川貴国は歌を読んで、嘆き悲しんだということであるようなんですけれども、貴国としても
そのいつまでも意気消沈してるわけにはいかないので、家督の座に返り咲きます。ということで再び慶長家を率いるようになったんですけれども、今度はその宿敵でありました細川住元の後を継いでいた細川晴元の逆襲が始まりまして、細川高国は自ら擁立した将軍であります足利義晴とともに近江へ没落しまして、高国が義晴のために作った柳の御所は、主を失いました。で、わずか2年ですね、経ってからわずか2年で、御所の主はいなくなってしまった。そしてそれから4年後、細川高国は京都を取り戻そうということで奮闘を続けたんですけれども、最終的には自害に追い込まれます。そして、高国を支えていた細川天球記の細川忠方、先ほど、絵に描かれていることを述べたものなんですけれども、その忠方も滅亡しますということ で、将軍義晴は後にその高国を与とした細川晴元と和睦して京に帰ってくるんですけど、別の場所に今出川御所という御所を作ったので、高国が作った、柳の御所が使われることは二度とありませんでしたということで、まとめますと、この描かれている高国が理想とした京都が実現したのかというと、一瞬だけ実現したというような形になりますね。細川谷国は当主となってわずか6ヶ月で亡くなってしまい、高国忠方は滅亡と、柳の御所は使われなくなる、足利義晴は柳の御所から今出川御所に移り幕府を動かしていくということで、この、ここに描かれた屏風に描かれた幕府の姿というのは一瞬で崩壊したものだということが結論されるわけです。ただ、一瞬で結論してしまったというのは、悲しいなという話ではあるんですけれども、この屏風の、が作られた時期を考える上ではやりやすいと、小島氏は、こういうふうに指摘しております。細川谷国が慶長家の当主として屏風に描かれておりますが、谷国が慶長家当主だったのは先ほど述べました通りわずか6ヶ月間だけです。ということで、おそらくこの谷国が当主だったわずかな期間の間に屏風の発注が行われたと、よって先ほど述べました通り発注者は細川高国、発注された時期は大英5年4月から10月にかけての期間であると、これが、歴博公本であるというふうに、小島道博氏は結論されたわけですね。だいたいこの説が取られている本も多いですし、先ほど述べました通りネット上とかで調べてもだいたいこの説に行き当たると思います。で、これが通説なわけです。失礼しました。しかしですね、これが通説だったんですけど、通説で終わるのが本日の、解説生放送ではございません。実は近年ですね、この研究に再検討を迫る、研究が出されたんですね。それが、先ほどご紹介あったのがこの小谷さんっていうのが小島さんの名前と混ざってしまったんですけど、小谷和子氏という方がつい昨年論集をまとめられました。それ以前から研究を続けられていて、ちょくちょく論文は出されていたんですけれども、本になってまとまって出たのは去年が初めてですね。専門は日本中世史と、そして日本美術史ということで、美術史の観点からもこの歴博公本を検討できる人物というか研究者の方ですね。パズル屋さんの方もありがとうございます。楽しんでいっていただければありがたいです。ということで、この小島説に再検討を迫ったものが昨年論書として出されたわけです。まず小島氏は先ほど述べました通り、ここに描かれたのは細川谷国が慶長家当主だった時代の京都を描いたものだと。谷国がいるんだから細川谷国が慶長家当主だった時代に発注して描かせたものでしょっていう風に言ったものなんですけども、ここで小谷氏、小島氏と小谷氏でややこしいんで申し訳ないんですけど、小谷氏がどのようにして指摘したかというと、
上杉凡楽中楽外図屏風の先行研究を引っ張ってきました。上杉凡楽中楽外図屏風の研究では、この千の香織氏という方と瀬戸勝也氏の指摘がありまして、例えば桜、祇園絵、紅葉、雪、まあそれぞれ四季の風物詩でございますけれども、同時には存在しえないですよね。桜が咲いている時期に同時に紅葉が色づいていて、同時に雪が降っているなんていうことはありえない。さらにその時に祇園絵が行われているっていうのも、まあその祇園絵が行われている時に桜が咲いていて紅葉が色づいていて雪が降っているなんてことはまあありえないわけですよね。ということで、上杉凡楽中楽外図屏風には同時には存在しえない時間軸のものが描き込まれていると。そして、よりダイレクトにその小島説に、疑問符を突きつけるものとしては瀬戸勝也氏の研究を引いております。上杉凡の楽中楽外図屏風には、先ほど述べました通り、足利義晴は高国の宿敵であります細川晴元と共同して政権を、その後高国が亡くなった後動かしていくんですけれども、同時に三好松永、まあこの細川晴元の配下に配下から出てきて後に京都を支配するまでの大勢力になりました三好長慶と、その家臣であります松永久秀ですね、その二人の屋敷がドーンと構えられている。これは時代的には並立しえないわけですね。三好松永が、京都を抑えていた時期には細川晴元はすでに追い落とされているわけなので、その吉治晴元体制と三好松永体制というのは同時には存在しないということで、まあ、時期的には併存しえないものが上杉本には描かれているということが指摘されております。とすれば歴博公本も一概に細川谷国が当主として描かれているからといってその時代とは限らないと、まあ分かりやすい言い方といいますか、小谷氏の言い方を借りれば絵は写真じゃないんだっていう話ですね。つまり細川谷国がその当初やっていた時代の写真を撮ろうと思ったら、細川谷国が当初やっていた時代にタイムスリップしてその年代にやらないといけない、写真を撮らないといけないわけですけれども、絵を描くだけなら別にいつだってできてしまう。別に谷国が亡くなった後だってそれを描くことは可能ですよね。ということなので、こういった他の歴博公本の研究も踏まえて、その細川谷国が当主として描かれているってことはその時期に描かれたことを証明しうるものではないんだと。そしてもう一つ問題として、それ以前の小谷氏以前の研究史で指摘されていた問題があります。小島氏は、慶長家の邸宅の後ろの方に控えているこちらの写真の人物、これを細川高国だというふうに結論付けました。しかしこの問題をめぐっては少々議論がございます。これに対して批判を展開したのが黒田秀吉という研究者ですね。この方が指摘したのは、出家した高国ならひげが生えていたらおかしいという、まあ、なんでしょう、すごく細かいところなんですけど、僕もあまり知らなかったんですけど、出家をするときっていうのは髪だけじゃなくてひげも剃るんですって。ということでひげが生えているというのは普通に見れば俗人といいますか、もう出家していない人物を描いたものだったと。要はまあ頭はよく見えないんですけど、まあ出家していた人物か、まあ髪がこれ描かはっきりとは描かれてないですけど、まあ要は高国じゃなくてただ単にハゲているだけの人物なんじゃないかっていう話ですね。ということでヒゲが生えているってことは高国ではないで、これ後ほど述べるんですけど、この高国が座っている空間は馬屋っていうか馬小屋なんですけど、まあその管理者が描かれているに過ぎない。高国、すみません、失礼しました、噛みました。高国だというふうには結論付けられないと。まあ実際高国の肖像画を見てもヒゲなんか生えてないですよね。一方、これに対して小島氏も反論を加えています。それの一例として挙げられているのが、このねじめしげたけという、九州の
武将ですかねの肖像画でございます。出家した人物だけれどもひげが描かれておりますよね。ということで別に出家した人物にひげが描かれるっていうのは表現としてないわけではないし、細川貴国である可能性を否定する要素にはならないというふうに小島氏は反論していたりします。まあ確かにその世間的には武田信玄の肖像画ということで知られている、畠山誰だっけな、ちょっと忘れてしまったんであれですけど、まああの肖像画とかも出家姿にひげがボーボーですね。まあこういった形で普通に出家した人物であってもひげが描かれることはあるはずだと。さてでは小谷氏は、小島氏ではなく小谷氏はこの問題についてどういうふうに考えているのか。まずですね、先ほど 黒田秀夫さんの説を紹介したときにも述べたんですけれども、貴国が座っていた空間は馬小屋でございます。馬小屋には先のところ見たところ見えなかったと思うんですけれども、それを証明するのが、他の初期洛中洛外図屏風であります東博模本ですね。他にも上杉本の洛中洛外図の細川邸の描写にもあるみたいなんですけど、高国が座っていた空間をアップして見てみますと馬が2匹いることがわかります。左の方に白っぽい馬が1匹つながれていて、右の方はまあこっちはちょっと顔が見えない、お腹だけしか見えないんですけど、褐色茶色の馬がつながれているという様子が見て取れます。ということから、高国が座っていた場所は馬小屋だったということがわかるんですね。でこの馬小屋だったということが何を意味するのかということなんですけれども、この当時馬小屋という空間がどういう意味を成していたのか、馬小屋にいるってことがどういう意味を持っていたのかっていうところから、議論が展開されていくことになります。ではこの同時代の馬屋を描いたものとして他にどういうそうですね、どういった表現が見られるのかっていうのを他の資料からも見ていこうと思います。こちらおそらく同時代に描かれたものなんでしょうね。これがあの小谷氏が引き合いに出した絵画資料馬屋図屏風ということで、馬屋の様子を描いた屏風でございます。威勢のいい馬が後ろの方で2匹ほど跳ねておりますけれども、ここで注目するのはその前の座敷ですね。でこの前の座敷の方を見ると、で今竹さんが馬屋に高貴な方がいるイメージないっすねっていう風におっしゃっていて、現代人的には僕も馬屋に高貴な人がいるっていうイメージは全然ないんですけど、この屏風を見ますとこの馬屋の前でいる人たち、どういう身分の人たちが何をしているか、これ大体の人たちが烏帽子つけてますよね。烏帽子をつけていて、ある程度高貴な身分、まあちょっと言い方が悪いですけど下賤のものではない、ある程度身分のある人たちが、右の方でこれ囲碁を打ってるんですかね。で左の方ではすごろくやってますね。ということで遊んでいるということで、馬屋の前の座敷で、高貴な人たちが遊んでいるということが見て取れます。正本さんがおっしゃってますけど、そうですね、こんなところでくつろげるなっていうのはそうですよね、今にも馬が飛びかかってきそうな感じですけど、まあこんなところでくつろいで遊んでいるというような様子が描かれております。で他にも馬屋に関して、語った資料として、有名な宣教師のルイス・フロイスの、記事がございます。フロイス日本史ですね。信長の時代、少し時代は下るんですけれども、安土城の馬屋を見ての感想を、このように述べられております。ちょっと読み上げてみますね。上手の方に彼の娯楽用の馬の小屋があるが、そこには5、6頭の馬がいるだけであった。それは馬屋であるとはいえ、極めて清潔で立派な構造であり、馬を休息させるところというよりは、むしろ身分の高い人たちの娯楽用の広間に類似していた。ということで、現代人の感覚からするとちょっとよくわかんないんですけど、どうもこの当時馬屋というのは
高貴な人たちがいる空間であるということで、まあ、そうですね、こういったところからもある程度ここに座っている人というのは身分の高い人であるということがわかるということから、小谷氏はこれに関しては、小島氏と同じ結論を出しました。馬屋は知人の遊興の場としても機能しますということで、服装などを見ても下級のものであるとも考えにくいですし、やっぱりこの人細川貴邦だよっていうふうに結論付けました。ただそれでもやっぱり一つ問題が残りますよね。その論争の鍵であった貴邦にヒゲが生えている問題、こちらは解決されていない。これはどういうふうに説明するのかというのはひとまず後ほど再び触れますが、一旦預けて進めていこうと思います。ところで、この人物が細川貴邦だとして、一体貴邦はここで何をしているのかということで、少し小島氏とは視点を変えて、小島氏はその政権運営を、後ろの方から眺めているんだというふうにしましたけれども、直接的に見ればこの細川貴邦は一人で庭を眺めているということがわかります。細川慶長邸の庭を眺めている様子であるということが、まあ一つパッと見たところまあそうですよね、庭をぼーっと眺めております。で、この細川慶長家の庭というのが当時どういう意味を持つ空間だったかと言いますと、これは最近出された木下正樹さんの本だとか、あとまあ僕の動画でもちょっと扱ったのと、正本さんの動画でもちょっと触れられたので、ご存知の方はご存知かもしれないですけど、名所として扱われておりました。まあ名所、まあそうですね、名所として扱われていて、公家たち、まあ貴邦がいなくなってしまった後、主がいなくなった細川慶長家の庭に見に行っているということがわかります。上の方が、近衛久通ですね。いろんな名所にの、いろんな人たちの庭を見て回っている。寂静院、万象軒、連気軒、慶長、天宮と庭みつみつに一見せしむというふうに、書いておりますね。続いて、次は、正本さんに言わせるとデスブログの著者、鷲尾高康の日水記、食後近辺の州労働せしめ馬之助道衛等の庭見物、これを見物しようあんぬ、おのおの目を驚かすものなり、午後三代、午後ありということで、まあ道衛というのが細川貴邦のことで、貴邦の庭を見に行って目を驚かせて、おおって言った後に、午後にはちょっと三代をして以後落ちましたっていう記事ですね。で、まあ この辺りはすごく淡々とした表現なんですけれども、より詳しく描写しているものがあります。でこういうのはその現地の人たちというよりも外国人の人の方がよくしっかりと案外記録してくれたりするもんだなというふうに思ったりするんですけど、先ほどと同じくルイス・フロイスですね。すでに貴邦の時代が終わって久しいんですけれども、どうも残っていたらしいです。ちょっと読み上げてみますね。あ、不法侵入和尚2期、それは近衛さんも同じですので、不法侵入して、まあ、名所ということでみんな不法侵入して見ていた場所であると。とりあえずじゃあフロイスの、フロイスが貴邦の庭を見た感想ですね。ここからキリシタンらは、これ途中から書いているのでその前の部分は削ってますけど、ここからキリシタンらは司祭や修道士たちを細川殿の御殿に導いた。細川殿は都の市街がある山城の本来の国主である。しかし彼及びその先祖は数年来戦争において不運であり、細川殿は追放されたのでその御殿は破損していた。だがその庭園は日本の古い物語や文献の中で大いに賛美され、今なお王子を忍ばせるに足るものを大部分残し示していた。それらの庭園の一つ中央に素晴らしく美しい水をたたえた池があった。その水は遠方からそこに引かれ、
刈り込まれた茂みから池に流れ込むのであるが、その茂みは人工を施したものではなく自然の業のように思われる。この池には数多の人工の小島があり、木と石でできた非常に綺麗な橋で互いにつながっており、いずれも皆花肌美しく鬱蒼とした樹木の下に横たわっていると、非常に長くで結構詳しく庭の様子を書いてくれてるんですけど、これによってこれが絵に描かれているものと同じであることがわかるんですね。この池には特に人工の小島があって綺麗な橋でつながっているっていうのが、庭に描かれているものと同じですね。このちょっと黒っぽく描かれているものが、歴白工法における水の描写で、歴白工法は水をこういうちょっと黒めの色で描いてます。なのでこの黒っぽく見えるのが池ですね。池があって、そこに、砂か何かでその島を作っていて、そこに橋を架けている。まあ要は結構すごい庭園だったということですね。ということとで、今高木美濃守さんが触れていらっしゃいますけど、時世の句で庭について読んだ方です。時世の句を見ましょう。時世の句、細川隆子には自害するにあたって複数の時世の句を残しました。でこちらちょっといろんなところに書かれてるんですけど、まあ、ここでは細川良敵御所様ということで、自身が擁立した足利義晴に宛てた、時世の句でございます。これが絵に写し石を作りし海山を、後の世までもめかれずそみん。絵に写し庭に作った海や山を、後世までもめかれず見ていたい。まあ自分が作った、まあ後々に名所にもなっていくほどのよくできた庭、これを、まあ、自分が作ったものっていうか、まあ自分がそうでしょうね、まあ作った海や山を後世までもめかれず、まあ、いつまでもずっと見ていたいってことを最後に、まあ、自害の直前に最後の願いとして読んだわけですね。小谷氏はこの時世の句が歴白工法に描かれる高国の姿と一致していることに着目しました。まあ高国が庭を眺めているというような様子はちょうど時世の句に描かれた様子と合致いたします。そしてこれを偶然の一致ではないというふうに小谷氏は言ったわけですね。でもしこれが偶然の一致でないとすれば、先ほどの高国に比叡がない問題が解決します。というのも、比叡というのは時間経過の長さを表すという、機能があるというか、まあそういう意図を持って描かれることがあるんですね。例えば出家した人物でも長時間座禅しただるま法師、まあ有名なだるまさんですよね。ということで、ヒゲボーボーですけれども、長時間座禅したっていうことでヒゲを描くことによって、それだけ長く座禅したんですよっていうことがだるま法師の場合わかる。もしも高国が時世の句と符合する形でそこに描かれていたのであれば、目が枯れるほどいつまでも長い時間見ていたいっていうふうに高国が読んだのと対応して高国が描かれているのであれば、高国にヒゲが生えているのも辻褄が合うとということが、まず一つ小谷氏は指摘しました。まあこういうふうにすれば高国にヒゲが生えている問題が解決して時世の句と符合するということになるわけですね。でまあこれだけでは偶然の一致かもしれないじゃないかっていう話で終わってしまうんですけれども、まあまずその小谷説の心臓部分について触れてみますと、楽中楽外図は歌絵であるというのが小谷和子先生の主張の根幹になります。でこれが歌絵というのはどういうものかと言いますと、絵を見て書き込まれている歌を見つける遊びということで、まあ、特徴的な表現が描き込まれていることが、その読み解きのヒントになっていきます。一例として下に挙げております、花白河蒔絵硯箱、まあ、これは同時代というか、まあ、少し前の時代ですけど、足利義政が持っていたもので、歌が描き込まれていたもの、まあ、この歌が具体的にどういう歌なのかっていうのはちょっと僕もよく知らないんですけども、つまり、当時の美術史の、専門家でもあるので小谷さんは、ということで、これ歌絵なんじゃないっていうふうに一つ指摘したわけですね。高国の時世が、洛中洛外図に
読み込まれているんじゃないか。でまあそれだけならちょっと説得力は弱いので、小谷さんは例を示します。これがちょっと時代的には戻るんですけども、実高後期、三条西実高の日記に記された歌いに関するもので、この資料ちょっと難しくて僕うまく読み解けなかったんですけど、その未来の御方甲州御陣に渡られなんたらかんたらで土佐将軍っていう人に絵を描いてくれということで、でその足引きのちょっと赤い線で下線を引かせていただいておりますけれども、この足引きのこなたかなたに道はあれどこの歌の心なりということで、この歌を読み込ませて、そして道を方々へつけて車輪これ一つこれあり、都に帰ってこいっていうことなんですけど、この足引きのこなたかなたに道はあれっていうのは、これは菅原道真の歌で、菅原道真というのは流罪になって無念のうちに太宰府で亡くなったことで有名なんですけれども、京都に帰れないと、道はあるのに都へいざという人はいない。でこの願いに日野富子は自身の願いを固くしまして、道はあるのにあなたは都に帰ってきてくれないということで、近江に行ったまま都に帰ってこない我が子足利義久に対して帰ってこいというメッセージを込めた、歌を土佐光信に描かせたということがここから見えてまいります。ということで、絵を描かせるときに歌を読み込ませるっていうのは実際にあるわけですね、というようなことから考えまして、要は絵師に提示される画題は、より具体的なものであると。先ほどの小島説にのっとれば、高国が自身のその何でしょうね、実績を検証するためにどうだ俺はすごいんだぞっていうことと、あとは自分が理想とした幕府の姿を描かせるっていう意図で書かれたっていうふうに先ほどの小島説では書かれていたんですけど、こちらに吹き出しで入れているように、私にとって理想的な幕府を書いてくれって言っても、絵師さんからすればお前にとって理想的な幕府ってなんだよっていう話になってしまう。なので自分のその 理想を描かせるにしても、抽象的な構想や願望を描かせる例はないと。そういったものは何らかの文学に固くして描かせる、まあ発注者が高国かどうかっていうのはひとまずここでは置いておきますけど、絵師に実際に提示されるのは具体的な画題であるため、文学が絵の中に織り込まれている可能性があるということになるわけですね。そうですね、六角バスターしてないで帰ってきなさいっていうのは そういうことを日野富子は菅原道真の歌に込めて絵に描かせたわけですね。まあその文学に自分の願いを込めて絵に描かせるというようなやり方が当時取られていたっていうことが重要な点になります。でこのことから、構想や願望は歌や物語に固くされる。つまり歴博候補の場合、高国の時世の句、庭をずっと見ていたいっていう句が描き込まれているという仮説が一旦立つ。まあただこの場合、後ほど述べる通り高国の時世が描き込まれている場合、高国が発注者っていうのはありえなくなってしまうので、まあそれは後ほど述べますね。ただまあ これだけだと先ほど述べた通り偶然の一致かもしれないっていう話になってしまう。そこで小谷氏は先ほど述べました犬王物の描写にも着目します。こちらは細川高国が得意とした似て犬を描いたものだというふうに、小島道博氏が指摘されました。この点には小谷氏も特に異存はないと。おそらくその通りでしょう。ここに描かれたのは細川高国の、犬王物でございましょうと。そして先ほど述べた通りですけど、実際には描かれていない場所に犬ババが描かれている。これについて小島さんは犬ババ自体は実在の場所だけれども、高国の実績を検証するために実際の位置とは違っていて、
幕府の周辺にまで動かしていて、わざわざ位置をずらして書いたんだというふうな説を唱えられたわけですね。ということで、そうですね、まず小島氏の説を整理しますと、まずこれは場所は違うけど実在の犬ババなんだというのが小島説になります。失礼いたしました。では、これに対して小谷さんが反論していると。具体的にどういう反論をしているのかという点についてなんですけれども、では反論の内容ちょっと詳しく見てみましょう。というのも、高国の屋敷にも犬おものをする犬ババがあったということが当時の記録から明らかなんですね。資料8を見てみますと、二水記、まあ、共にこれ両方とも二水記なんで、鷲尾高康の日記ですけど、今日細川の馬場で、犬おものあり、武家御見物云々、ということで細川高国の邸宅、まあ、おそらくこれは細川邸の邸宅で犬おものがあった、まあ、後に右京の大部下の悲観がどうのこうのとか書いてあるので、天球家ではなく、おそらくこれは本当に慶長家で、武家というのがこれは足利義晴ですね。高国が犬おものを自分の家でやっているところに俺も来たぞっていうことで、将軍の足利義晴が見物しに来るっていうことがあったっていうことが書いてあります。続いて資料9、馬の時、ちょうど正午くらいですね、お昼の時に右慶長馬場犬おもの見物しに終わるということで、高国の、馬場で犬おものを見物しましたということが書かれております。というようなことから、犬馬場は実際の地形として洛中洛外図には書かれていないですけど、慶長家の邸宅の中に犬馬場があったってことがわかるわけですね。とすれば、わざわざそのどこにあるとも知れないような遠くにあるような犬馬場を移動してさせてきて書くよりも、細川慶長家をちょっと邸宅を少し大きめに書いて、そこに犬馬場を描き込むっていう風にした方がやりやすいですし、わざわざその川や犬馬場を遠くのところのものを持ってきて書く必要性がないと、そんなことをする意味が小島説ではわからないっていう風に小谷さんは指摘を加えたわけですね。では、続いて 小谷氏はこの屏風の犬馬場の表現について他にも不可解な点を指摘しております。それがこの犬馬場の形でございます。この犬馬場の形についてなんですけれども、通常犬馬場というのは犬が逃げないように継ぎ目は少なく、そして、長さも同じように、つまり正方形の囲いを作るのが理想的なんですね。正方形なら、まあ、バランス的にも犬がちょっと走り回ってもそう簡単には崩れないというようなことで、まあ普通は正方形に作るらしいんですよ、犬馬場というのは。そういうふうに牡蠣を囲わせて正方形の犬馬場を作るんだと。ですけれども、実際はここに川が流れてへこんでいる、全く正方形ではない、あまり美しい形ではないわけですね。で、その実際に川が流れているなら地形の制約を受けるので仕方がないんですけど、これは先ほど述べたように写真じゃなくて絵なんですから、別に川だってまっすぐ描けばいいし、わざわざ曲げる必要もない、なんなら川なんて描かなくたっていい。なんでこんな風にわざわざ S 字の川を描いて、それに合わせるようにして犬馬場のその図形といいますか、地形が曲がっているのかという風にまず指摘されてるんですね。そうですね、和歌の難しさが今
話題になってますけど、本当に和歌とかそういうもの僕本当にわからないんで、小谷さんの説を紹介するだけしかできないんですけれども、この後も結構あのこの歌えだっていう表現なので和歌がいろいろ出てくるので結構解釈難しいなっていうふうに思うんですけども、まあとりあえず小谷さんの解釈に従って見ていこうと思います。そうですね、たけさんがおっしゃってるように、これには道路まっすぐ引く民激怒、その通りでございます。普通ならこんな風に曲げないところを曲げて書いている、これってなぜなのかというところが論点になっております。そしてこういうことちょっと変わった表現を見つけたときに、小谷さんが取る手法というのが、類似の表現を探す、近い時代に同じ流派の絵師が書いたものであれば、同様の表現技法を用いて同様のものを示す可能性が高い、他の絵画と比較することが読み解きの突破口になるんだということを、まあ、論文の中で述べられています。では、それを解明するためには歴博古本を描いた絵師は一体誰なのっていう問題に直面することになります。では歴博古本を実際に注文を受けて描いたのは誰なのか、従来、加納元信周辺の絵師によるものだというふうに言われてきたんですけれども、どうも近年その小谷さんによれば土佐派の筆である土佐派が書いたんだっていうような、論調が強まってきているそうです。でまあこれだけではあれなので、小谷さん自身も、本当にこれ土佐派なのかそれとも加納元信なのかっていうことについて、一つ称号を試みております。それがこちら、小谷さんの論文からそのまま画像を引っ張ってきたんですけれども、紫色の枠で囲んであるのが、10年寺縁起絵巻といいまして、こちらは正真正銘同じ時代に描かれた土佐派の作品でございます。で、水色で囲んでいるのが歴博古本と、他にも桑の実寺縁起絵巻っていう土佐派が描いた、土佐派が足利義晴の発注を受けて描いた作品もあったりするんですけど、まあ、そのあたりとも称号されて、これ僕には正直一致してるのか一致してないのかっていうのはよく分かんないんですけど、その頭の大きさ位置、あと腰の位置、まあ、同じようなポーズをとってる人たちを探してきてそれを比べた時にその描き方が共通していると、頭の大きさと腰の位置と、まあ要はその体つきの描き方というのが、同じだというふうに、持ってきているわけですね。ということから考えまして、歴博古本も、従来というか近年の研究動向が示す通り土佐派の作品だというふうにまず小谷氏は結論つけます。でこの歴博古本が土佐派の作品っていう小谷さんの説はこの後も結構重要になってくるので一旦ちょっと頭の片隅に置いといてください。では近い時代の土佐派の作品を探ったときに、同じような表現があるのかないのか、小谷さんはそれを探し出していきます。それが融通念仏縁起絵巻の、これは清涼寺本、まあ、これは融通念仏縁起巻ってややこしいことにいくつもたくさん数があって、でその将軍が亡くなるたんびに、後を継いだ将軍がその追善供養のために描かせるものなんですって。ということでたくさんあるんですけど、この清涼寺門というのは足利義持がお父さんの義満の追善のために描かせた絵巻物で、その中の北白川荘妻の蘇生っていう場面が土佐派の絵師が S 字状の川を描いた例として挙げられております。まあ右側の方にちょっと切り立った崖があるっていうことが見えるんですけれども、まあ、ちょっとこれは土佐派の画集からスキャンを取ってきて引っ張ってきた画像なのでページの継ぎ目が見えてしまってますけど、まあ実際にはちゃんと綺麗につながっている屏風ですね。屏風じゃない絵巻ですね。で土佐派がS 字状の、川を描く表現でここにちょっと類似性を見出すということをまあされたわけです。他に例がどれくらいあるのかとか分かんないんですけど、とりあえず小谷さんはこの例を引っ張り出してきたわけですね。ではこの北白川荘妻の蘇生っていうのはどういう場面なのかと言いますと、右側に
あのエマ大王の使いみたいな人がいて、死後の世界であることを表現しております。そしてこのエンマ大王の使いみたいな人に促されるように、あの白衣の女性ですねが川の方に向かっているのが見えるんですけれども、でその左の方は現世の表現で、どうもこの川を渡ったってことなんでしょうね。あの生き返っているということで、あの意識を取り戻している表現が見られます。ということで、S 字状の川が画面を分けていて、左側に現世、右側に死後の世界を描くというような手法が取られている。そうですね、正二面体さんが今おっしゃっている通り、真ん中の川が三途の川というような、まあそういう表現であるということが指摘されております。で、まあちょっと突飛な感じはするんですけれども、この犬ババも実はこの S 字状の川が、要はその三途の川といいますか、死後の世界、まあこれもその屏風の端っこの方なので、そこよりも向こうに何か書く必要がないんですね。ということで、ここでその犬ババ自体もここから続きがありませんから、その端っこの方であるということで、この犬ババ自体が、死後の世界にある犬ババを表現しているんじゃないか、なんでそんなものを描く必要があるんだっていう話になってくると思うんですけれども、ここで再び出てくるのが先ほどの細川貴国の自生の句でございます。細川貴国は、先ほど述べた通り、たくさんの人に自生の句を送っております。その中に、このような句がございます。今、この赤線で示したものですけれども、犬王もの今一度と思い越し、あらましはただいたずらにこそ。意味としましては、犬王ものを今一度やりたいと思っていたが、それも虚しいこととなってしまった。これを当てたのは、まあ記録からともに犬王ものをした中であったことがわかる北畠春友という人物で、まあ貴国が最後の戦いを挑んでいく途中にもちょっとこの人を頼ったりして、貴国とはまあ非常につながりの深い人物ですね。でその人物に対して、あなたともう一度犬王ものを やりたいと思っておりましたが、それも今となっては虚しいことになってしまいましたねという、まあ、あの別れの歌を読んだわけでございます。ということで、御所様に送った句は、今正二面体さんがおっしゃってますけれども、御所様に送った句は先ほどの、絵に写し石を作りし海山を、後の世までもめかれず庶民という庭をずっと眺めてたいというのが、御所様に当てたものですね。でこちらは、北畠春友です。で、要は北畠春友に当ててもう一度犬をものを やりたかったなっていうことを細川貴国は自生の句で読んだわけですけれども、同じように自生の句がこの歌に読み込まれているとすれば、わざわざこの川に隔てられた場所に犬をものの描写があるっていうのは、あの世で細川貴国が行っている犬をものを描写したものだっていうふうにすれば説明がつくと。ではその細川貴国の自生っていうのは、細川良家記っていう軍記物にしか載っていないものなので、まずじゃあそこまで言うのなら本当にその自生の句あったのかよっていう話になってしまうんですけど、どうもあったと思われるんですね。同時代を生きた近衛久通、三条西実隆、そして漱石というこの3人の人物の同時代資料の中に貴国の自生が、記されております。近衛久通は、徳大寺実篤、三条西実隆に送られた貴国の自生を見せてもらって、そしてはいっていうことで、あの自生の句もらったんですねっていうことで返却したということで、細川貴国の自生が実際に存在した、まあ、これあの実際に句まで書かれていて一致するので、まあ、間違いなく見たんだろうと。でその送られた当人である三条西実隆も貴国の元から短冊が届いたということを述べております。そしてまた送られた一人であります漱石という連歌師ですね。この人は貴国から送られた辞世を発句として、みんなで連歌会をやるということで百人独吟というのも調合いたしました。要はその貴国から送られた辞世の句を最初にして、みんなでその辞世の句を取っかかりにして歌を読むということで、百人調合、まあ、あの貴国
をみんなで忍ぼうっていうレンガ会を催したっていうことが、漱石のレンガ百院というものに、レンガ百院集だったかな、ちょっとこれもしかしたら誤植かもしれないですけど、の記されているということで、しっかりと高国の時世に関しては同時代人の目撃証言がございます。そのため実際にあったと考えて、まあそれは問題ないと。以上を踏まえて、庭を眺める高国の絵と川の向こうに描かれた犬馬場は、細川高国の時世の句が歌絵となって描かれたものではないかというふうに、小谷和子氏は指摘されました。要は高国が最後に残した願いを絵の上に描いて叶えることによって高国の鎮魂追悼を行う、要は歴博公本は細川高国追悼作品だったのではないかというふうな説がここに立ち上がるということになるわけですね。細川高国の死を悼む、鎮魂する、そういった意図が歴博公本に描かれているのではないかと。とすればですね、小島道博さんは、この歴博公本を発注したのは細川高国その人だというふうに言いましたが、高国の時世が読み込まれているとすれば、時系列的にそれは成り立たない。高国が亡くなった後にその時世を知る誰かがこの人の願い叶えてあげたいよねっていうことで読み込ませたってことになる。そうすれば高国は発注者ではないので小島さんの説は成り立たなくなる。新たなヒントとして、その高国の願いを叶えてあげようとする誰か、高国を追悼する誰かが発注者である可能性が出てくるわけでございます。さて、ではそれは一体誰なのかということで、通説であります小島説を白紙に戻ったところで改めて、発注者を検討していこうというところなんですけれども、とりあえずもう一旦その区切りといいますか、大体これで半分くらいに差し掛かったところですので、そうですね、あと1時間ちょいで終わらせることができればと思うんですけど、一旦前回同様、休憩を挟みます。もう僕もちょっと脳が溶けそうでございますので、一旦休憩を挟みまして、3分くらいですかね。あ、ちょっと進みましたね。まあ、とりあえず、20分。9時20分に再開というような形で休憩の時間に入らせていただこうと思います。はい、
ありがとうございます。ちょっと短かったかもしれないですけど、大丈夫ですかね。たくさんお疲れ様ですというコメントをいただきまして、ありがとうございます。その、なんでしょうね、どこで見たんだったか忘れたんですけど、こういう生配信にも休憩とか挟んだ方がいいんじゃないかみたいな声をどこかで見かけたような気がしたので、あ、確かにそうかもしれないというふうに思って、前回の放送から、放送というか生配信から休憩を入れるようにしていたんですけども、まあ、とりあえず再開させていただこうと思います。島吉さんが畠山種永が歴博候補にはまだ 20歳そこそこなのにひげぼうぼうなワイモールでっていうふうにおっしゃってますけど、そうですね、御所の前に畠山種永とそれと向かい合う近衛久通種家親子が描かれていたりしますね。まあ、今回はちょっとその辺は割愛させていただくんですけど、いろんな人が描かれているので結構面白い屏風になっております。では、引き続き後半戦に突入してまいりましょう。はい、まず先ほどまで見ていたのが、2つ屏風があるうちの左跡ですね。だいたい幕府周辺を見ていきました。そこから今回というかここからは一旦視点を移して右跡を見ていきます。そしてこの中にちょっと不思議な表現があるということをいくつかまず小谷さんは指摘されます。まず失礼しました、神楽丘という、丘、まあ、吉田神社の近くの近くというか本来はその吉田神社が建っている丘のことなんですけども、本来その失礼しました、神楽丘の上に神社が建っているんですけども、これがわざわざ別々に描かれていて、実際には存在しない丘が建てられて神楽丘というふうに表現されていると。まあ個人的にはちょっとこの絵を見た限り、普通に吉田社は神社が建っている丘の方に神楽丘っていう張り札が書いてあるようにも見えるんですけど、まあでも確かに存在しない丘が書かれているということで、吉田社神楽丘、そしてわざわざ別々に書かれているのに加えまして、水色の線で囲った箇所、もう本当に見逃してしまいそうな場所なんですけど、小谷先生は、ここが不自然だっていうふうに指摘しています。まずその松の並木の間に、一部だけ、大きく隙間が空いた箇所があります。まあ、こちらですね、ここら辺に隙間が空いている。そして隙間が空いている場所から影が伸びていて、ここだけなぜか他のところの松には影がないのに影が伸びている。その先が白っぽく塗られていると。でこれ剥ぎ落ちているようにしかもう画像を見ている限り見えないんですけど、どうもこれ白く塗られているんですって。ということでなぜか地面が白く塗られて影が伸びている。で歴博稿本では影を描く表現はほとんどないということから、ここだけなぜか影が意図的に描かれている。隙間があって影があって白く塗られている。これもやっぱり何らかの歌いなんじゃないかっていう風にまず指摘しました。続いていきましょう。無人の井戸という風な形で、入れさせていただいたんですけども、この井戸がある箇所、本来ならば、六角堂という建物ですね。前日僕ちょっと行ってきたんですけども、まあこの界隈では有名か近江六角氏という守護大名がいたんですけども、その名前の由来となったお堂ですね、六角形のお堂があります。そのお堂がある場所になぜかわざわざ六角堂を下にずらして、本来六角堂がある場所に無人の井戸が描かれております。人がいない井戸で、そのこれはどうも美術史の研究によるところらしいんですけど、普通井戸を描く場合そこで涼んでいる人たちとか、まあ、関連する人物を描くのが定番の決まりである。つまり無人の井戸っていうのは普通描かない表現だそうです。わざわざ六角堂を移動してまでそんな無人の井戸を描いたのはやっぱりこれも何かを表現しているのではないか。
ということですね。そしてこれはもっと根本的な抽象的な問題なんですけど、先ほど見てきた通り理想的な幕府の姿を描いているんじゃないかとかいうのが、まあ小島道博さんの説とかで、そのまあ高国が見たい幕府の姿を描いたんじゃないのっていう話だったりしたんですけど、幕府にスポットライトを当てるにしては奉公衆や奉行人の家がない、強い幕府とか幕府が栄えている様子とかを描くのであれば、その何でしょうね、要は官僚として幕府を支えている奉公衆や奉行人の人たちっていうのは書かれてしかるべき存在、しかし彼らの家がなぜかない。一方で職人とかそういった一般庶民たちの暮らしぶりっていうのは結構いちいちと描かれている。これは一体どうしたことなのかと。この3つがとりあえずそのここから見ていく何でしょう、小谷さんが研究の起点とした取っかかりでございます。失礼しました。そしてそこからまず一つ目から見ていこうと思います。まず一つ目、神楽丘の表現ですね。一つ松の、松と松の間に大きな隙間が空いていて、そして影が伸びていて、そしてその先に白く塗られている表現があると。これは一体何を示しているのかっていうことですね。というようなことが一つございますので、まずこれについて、まず早い話、これにこの表現に符合する表現があるんだというふうに小谷氏は指摘しております。それがこの文紀3年36番歌合わせという、歌合わせというのが歌会なんですけれども、左と右に分かれて戦うんですね。左誰右誰っていう風な形で出てきて歌を読み合って、で判定する人がいて、こっちの歌の方がうまいとか、そういうのをやる歌会があったと。でその歌会で文紀3年36番歌会という歌会において読まれた歌と一致が見られるというふうに小谷氏は述べられております。具体的にはどの歌なのか見てまいりましょう。ナイアンさんが 室町版紅白歌合戦的なっていうふうにおっしゃってますけど、そうですね、紅白歌合戦的な形で左右に分かれて歌合戦をやったわけですね。 歌を読み合って、こっちの方がうまい、こっちの方がうまい、そういうことをやっていた。その一つ目に天皇から出されたお題、勅題、そのうちの、これは樹陰花月でいいんですかね、そういう3つお題が出されたうちの1つ目、ここに読まれた表現、11代将軍足利義澄ということで、高国や義治の時代からは結構遡るんですけれども、この人が将軍やっていた時に天皇の歌会に参加して読んだ歌、影宿す岡部の松よ いつとかは湧きて木の間も夏の夜の月、影を宿す岡部の松よいつかは別れて木の間から夏の夜の月の光が差すだろう、ということで木の間が分かれて、で岡部の松ですよね、神楽丘の丘のところに生えている松の間が分かれて、で影やどす壁の松ってことで影が描かれている。そしてその間から月の光が差し込んでいるということで、この白く地面に描かれていたのは月の光だと。つまりこの、足利義澄が読んだ歌を読み込んだのがこの文紀3年、歴博公本のこの神楽丘の
表現であるというふうに小谷氏は推測されました。ただまあこれだけだとその歌を読み込む意味とか、そのが分かんないので、その吉住この歌を読んだ11代将軍足利義澄がどういうシチュエーションでこの歌を読んだのかということを見ていく必要があります。ということで、この歌が読まれたシチュエーションを、見ていくんですけれども、歌合わせは、歌の読み合い対戦でございますので、吉住にも対戦相手がおります。これが火山井正長という公家です。まあ、正長って人この時代たくさんいるんですけど、まああんまり有名じゃない正長さんですね。でこの正長の歌に対して吉住が返した歌なので、正長の歌を見る必要がある。茂り合う木の間の月を見すもあらず見もせでやくる夏の夜の空ということなんですけど、これはその見すもあらずというのが伊勢物語の中で読まれた在原の成平の歌にかかっていて、このミスマラスは、どうもミスとかすかっていると。で、在原の成平の歌を見るとミスの間から見えたようでよく見えなかった女性が恋しくて無分別に今日は物思いにふけて過ごすだろう。でこれを元にしているので、木の間の月は見えるようで見えず明ける夏の夜の空というのがありまして、というか、まあ、そのように読んでおりまして、要はこの火山井正長は月を女性に例えて見えるようで見えなかったと。で、まあ、だからその水の間から見えるようで見えなかった女性に、木の間のから見えるようで見えなかった月に例えたということで、見える月は見えるようで見えないですねっていう、まあ、失望の感情を歌に表している。なんでこの人失望してんのっていうのは、まあ後でちょっと述べると思います。正長がまた一人増えた。そうですね、畠山正長、三好正長と言いますけど、奥家さんの中には、火山井正長というのがおります。ではでこれを踏まえますと、月が見えないというふうに失望を歌ってるのに対して、足利義澄は月の間が明けて月が見える、きっといつか月が見えますよっていうふうに返している。まあ要は永遠の失望ではない、いずれ月が見える日も来るでしょうというふうな形で2人が歌を読み合っているというような状況が見て取れます。そしてですね、なぜ神楽丘という場所が選ばれたのかという話なんですけど、その火山井正長の歌のモチーフになったのが在原の成平の歌で、その在原の成平の歌は先ほど述べた通り伊勢物語の歌なんですけど、右近の馬場の日和の日というような話なんですかね。それに出てくる歌で、成平が見えるようで見えないっていうふうに読んだ女性の正体は天照大神でしたと。そしてちょっとこれどういうシチュエーションかよくわかんないんですけど、月の夜に神楽を待つようにと言って消えていった。まあ要は月の夜に神楽を舞いながら降りてくるんでしょうということなんですけど、この天照大神を祀っている神楽丘ので、その参道が日和坂っていうそうで、まあだからその要は馬場の日和、天照大神の降臨が要はその成平の歌のモチーフなの でそれを元にした正長の歌に対する変化を書き込む場としては、まあ、ここが最も ふさわしかったから神楽丘が選ばれたんだというふうにおっしゃってます。僕はそのこういう絵の書き方とか作法とか全く本当にそれこそその中世史中心で見ているものなので、これこの解釈は妥当なのかっていうのは正直何とも言えないんですけど、まあそのように小谷氏は述べられています。ではここの結論といたしましては、神楽丘の表現は、文久3年36番歌合わせでの樹陰花月で読まれた歌を描き込んだ歌絵となっておりますと。では続いて2つ目の謎、
なぜか六角堂があるところに六角堂をわざわざ北に移して、本来の様式では描かれないような人がいない無人の井戸が描かれている。一体これは、どういう表現なのかということなんですけども、その絵の読み解きというところで、まず小谷氏はこの絵から特徴を探りました。井戸の周辺、まず人家に囲まれているところ、まず人の家に囲まれているところに、井戸が真ん中にあって、そしてその井戸に向かって柳が垂れ下がっている。そして、屋内から台が伸びていて、その下にちょっとあの黒っぽく描かれている。これは一体何なのかと、類似の表現を小谷氏は探しました。でまた再び左席に戻るんですけど、左席に同じようにこういう人家に囲まれた箇所で、台が中から伸びていて、その下にちょっと黒っぽいものが描かれている、同じような表現を発見します。2つを比べてみると、左の方がその新しく見つけてきたものですけれども、桶や柄杓が置いてある。でその下の黒っぽいのは、先ほどの高国の庭での池の表現と同じで、ちょっと黒っぽいのはこれ水ですね、水を表現しているということで、流し台と、あとその水溜めですね、流した後水が溜まるっていうことなのか、流すための水を溜めてるのかどっちかは分かんないですけど、井戸の近くに台と水溜めがあるとということで、この、無人の井戸の特徴として、人家に囲まれていること、そして井戸に向かって左から柳が垂れ下がっていること、そして、水溜めと流しがあること、この3つを、楽中楽アイルズの、その何でしょう、無人の井戸の描写の特徴として小谷氏は捉えました。でこの水溜めと流しくらい井戸が描かれてたらどこにでもあるだろうって個人的にちょっと思ったので、あの一通りこの、屏風のが、全部こ、ネット上で見れるので探ってみたんですけど、確かに案外ないんですよね。なんでないのかっていうのはむしろ不思議なんですけど、井戸の近くに案外この流しっていうのが描かれていなかったりするっていうか、描かれていないことが多いんで、これも一つのその井戸の周辺の特徴として、この一つ捉えられる、あのモチーフを探る上で捉えられるというのは、確かにそれはそうなんだろうというふうには思いました。で、ここからやるのが、先ほど犬王物の表現を探った時に出てきたような形で、類似の表現を探る。同じような表現が同じような時代で同じ流派の人たちがやっていないかということを探していくんですね。ということで、早速ながら小谷さんが見つけてきたのがこれです。サントリー本伊勢物語七史天風屏風の、筒井筒というお話を描いた絵でございます。これはそのサントリー美術館の公式サイトにも載ってるんですけど、作者は土佐派ということで、近年の研究動向に従えば歴博公本と同じものということで、で制作時期も16世紀ということで、歴博公本もその描かれている年代とかを考えれば、普通に考えれば16世紀ということになるので、だいたい時期と流派は一致していると。でこれが似ているっていうことですけど、もう少しこの絵をアップで見ますと、まず人家に囲まれた場所の井戸と、それは共通していますね。次に、これが多分一番似てますけど、左側から井戸に向かって柳が垂れている。そして、流しっていうふうにありますけど、これが桶があるんですね。桶が置いてあって、そのことから水をすくうものがあるということが分かって、で、その下のちょっと黒っぽいところ、ここは水が溜まっているところ。個人的には流しと水溜めの書き方が全然違うのが気になるところではあるんですけど、そのさっき特徴として示されたもの、先ほどの、井戸の描写の特徴として示されたものと、これが共通しているのだというふうに小谷氏は指摘しました。で、これだけだったら似てるから何なんだよって話で終わってしまうんですけど、まず、じゃあ何はともあれ、この絵は何を描いたものなのかっていうのを見てみましょうと。これが伊勢物語の筒井筒
というお話を描いたもので、そのツツイズスのあらすじを見ますと、まずこれはそのどういうものなのかというと、あの簡単に言えば井戸をモチーフとした幼なじみの恋愛物語、井戸の周りで一緒に遊んで育った男女がいて、成長した二人は井戸の周りで遊んだことを後々歌に読み合って結婚します。しかしですね、結婚まで行ったものの、ここで男の方は浮気を始めるんですね。河内の女のもとに、通うようになる。心変わりをしてしまって河内の女のもとに通うようになる。女の方は一途に夫の帰りを待ち続けるというようなお話と、まあ実際にはこの後確か男の方も心を入れ替えてよりを戻すみたいな終わり方をするんだったとは思うんですけど、まあ要はその井戸の近くで育った男女がいて、でちょっと心が離れたりいろいろあったというような恋愛物語であったというふうな形で、まあまずあらすじとしてはそういうお話ですと。でまあここまで でもまあ似てる絵にそんなものがあるから何なんだって話になるんですけど、続いてこれ室町時代にはどういうふうなものになっていたかというと、これをモチーフに世阿弥、まあ有名なあの義満とかに取り立てられた、能楽者でしたっけね、ですけど、まあ歌い曲を作りました。で先ほどこれは多分先ほどの夫婦がよりを戻さなかった世界線の話なんだと思うんですけれども、その失礼しました。その男が浮気をして女通いをするようになって、女の方は一途にその帰りを待ち続けるというような状況で、後々旅の僧がかつてそのモチーフとなったその二人の夫婦が育った井戸を訪れますと。すると女の霊が現れまして、ここちょっと後々ちょっと大事なところになるので赤線引いたところの表現をなんとなく覚えておいてほしいんですけど、浅い思いの夫を深い思いで待ち続けるという心境を旅の僧に語ったと。なのでその浮気をする夫がの思いを浅いものとして表現する一方、待ち続ける女の心境を深いという形で対比表現で表したものということが一つ特徴になります。そして僧の夢の中に再びこの女の霊が現れまして、彼女が夫の絹を着て井戸を覗き込むと夫の姿が水に映る、女の霊は姿を消し僧も夢から覚めるというようなあらすじになっています。古典の時代から幼馴染は負けるのかっていうふうに言われてますけど、そうですね、まあ、幼馴染負けストーリー、まあ何でしょうね、よりを戻す話もあるみたいなんですけど、まあ少なくともこの歌い曲の井筒に関して言えば、まあ幼馴染のは負けたってことになるんでしょうね。まあ負けたというか、これは夫の方がよろしくないですけれども、まあまあまあ要はそういう形の物語が室町時代になると変化していって、こういう物語があったと。でここまで筒井筒について見てきたんですけど、なぜこんなに筒井筒について見てるのかと言いますと、さっきの歌合わせ2つ目のテーマであります水辺納涼、これのテーマが先ほどの井筒なんですね。ということもありまして、先ほどのあらすじを前提としてここの歌合わせの歌を読み解く必要があると、こういう歌といいますか文学はいちいちその前提となる文学の情報を知らないと読み解けないので非常に面倒といいますか、僕にはなかなか分かんないなっていうふうに思うんですけど、この要はその伊勢物語の筒井筒が何でしょうね、テーマでありますと。まず最初に読まれたのが冷泉為広の歌、涼しさは底いも知らぬ広瀬川、それつくばかり何重いけん、
モチーフとなっているのは、これは全然伊勢物語とは関係ない万葉集の歌。広瀬川それつくばかり朝清や、心を深めて我が思うらん。広瀬川はそれがつくほど浅いけれど、心を深めて私はあの人を思っているという歌になります。まあ要はそのなんでしょうね、思いをの浅さ深さっていうのをその川の浅さ深さに例えた歌ですけれども、まあ由来は全然違っていて、本来は全然つづいずつと関係ない歌なんですけれども、レーゼ為広はそこいも知らぬということで、井戸を歌の中に読み込むとともに、広瀬川それつくばかりというふうに読むことによって、この万葉集の歌がモチーフであることを示します。そうするとで何を思っているのか、そうするとこの万葉集の歌がその女の亡霊が語ったあの人のは浅い思いだけれども自分は深い思いでっていうのと一致させているわけですね。一致させて、それに対して何思いけんというふうに為広が読むことによって、要は女の亡霊に対してどういう心境なんですかっていうふうに尋ねる旅の僧が読んだ歌っていうふうに、要は万葉集と筒井筒の話を結びつけて歌を読んだわけですね。すごい、なんと言いますか、教養の深さのそのレベルが違うと言いますか、すごいなというふうな感想がまあ出てくるしかないと言いますか、まあレゼ家ですからね、藤原の定家の流れを引く和歌の名門ですので、まあそれはそうかというような感じでもあるんですけれども、まあそういった形で筒井筒をモチーフにしてレゼ為広がまず歌を読みましたと。これに対して変化を読んだのが、足利義澄、先ほど読み込まれた歌の主であります11代将軍足利義澄です。結ぶ手に早くの夏ぞ忘らるる、今秋風もいさらいの水ということで、まあ義澄もはいはい筒井筒の話ねっていうことを、この人もやっぱり教養豊かだったんですかね、すぐに読み取って、でそのモチーフとなっているのが源氏物語の松風。イサライは早くのことも忘れしよう、元の主や思い変わりせるということで、このイサライ、この松風の歌を導く、この歌がこの歌をみんなが思い出せるようにして歌を読む、そうすることによって旅の僧に対して今どんな気持ちですかっていうふうに聞いた為広に対して、義澄は女の霊になり変わって、浅い井戸は昔のことを忘れていないが、元の主人は心変わりしてしまったと。ものすごいその筒井筒の話に合ってる歌なんですけど、元は源氏物語なので全然違う歌と。で、その万葉集を筒井筒の話につなげた冷静為広に対して、義澄は源氏物語を、筒井筒の話につなげて歌を読んだと。いうことで、まあ、ものすごい教養の深さですよね。ということで、これを読む、実際にその場で読んでる人たちっていうのを、その何でしょうね、まあこれが実際に分かる教養を持ってる人たちならおおってなるんでしょうし、その歌合わせが楽しいっていうのも分かるんですけど、やっぱり現代人の感覚から見ると常軌を逸しているレベルなので、もう現場にいたところで何が何だか分かんないとも思うんですけど、そういう歌だそうです。でまあこれは先ほど述べた通り、レーゼ為広、まあ、このレーゼ為広は将軍家の歌の師匠なので、その為広と足利義澄が万葉集、源氏物語、伊勢物語を組み合わせて筒井筒のストーリーにつなげ上げた、為広と義澄の合作ともいえる、歌合わせの歌ということですね。そうですね、この2人ともアドリブで返してるって感じなんで、いやこれは本当すごい教養の深さだなと思いますけど、そういったものになりますと。で先ほどそのここのいやすみません、ちょっと先走りました。まずなぜじゃあその筒井筒の2人の
その旅の僧と女とかを描かないのかっていうことですけど、その直接的に人物を描かないことによって、でキーワードだけ手書き込むっていうことによって、物語、ここは物語ですっていう風に示す表現技法があるそうです。僕は全然知らないんですけど、留守模様というそうですね。そしてなぜ六角堂の位置なのかと言いますと、六角堂はあの水辺と関わりが深い、聖徳太子が沐浴したという伝説があって、でそこの池が、まあ、今はそこに加藤家元であります池の坊というところの、まあ、そのすぐ近くに池の坊のビルが建ってたりするんですけど、その池の坊の由来ともなった場所だったりするので、水辺農業というのが歌合わせのテーマでしたので、水辺と関わりが深いから、おそらくここが選ばれたということが考えられます。ということで、この無人の井戸の描写に関しては、小谷氏の、見解に従うならば、1番目の水辺農業で読まれた歌い曲であります、井筒、これを描き込んだ歌絵であるというふうに結論付けることができます。そして、3つ目の、不審な点ですね。あ、いや、すみません。またしても先走りました。まず、ここまでで、2回にわたって歌が出てきた人物がおります。それが、11代将軍、足利義澄。まあ、結局、その幕府との、関わりが近い人物というところにつながっていくんですけれども、この人の人物が、人物じゃない、この人の歌がすでに2つ読み込まれております。で、まあ、結構この、なんでしょうね、この限界みたいな生放送の、限界集落みたいな生放送に来てくださっているような方々は、足利義澄っていうと誰かは人が多いような感じはしますけれども、一応説明しますと、細川貴国に擁立された足利義晴のより前に将軍を務めていた足利義種と争っていた人物です。しかしですね、争いに負けてしまって失意のうちに近江で亡くなりましたと。最終的には将軍だったんですけど、戦いに敗れて近江で結局京都を取り返せないまま敗れ去りました。そして細川貴国に擁立された足利義晴の父親でもありますと、そういう人物ですね。まあ、とりあえずこの人物の歌が2首も読み込まれているということが取っかかりになってきます。続いて、3つ目の不審な点、奉公衆や奉行人の家がない。で、義澄の歌が2つも読み込まれているなら、なおさら幕府とのつながりが深いはずなんですけど、一般人の生き生きとした暮らしが描かれている一方、奉公衆や奉行人の家がない。なぜ幕府と関わりが深いはずなのに全然書かれてないのか。で、その実際にその一般人の生き生きとした暮らしが描き込まれているってところも、ここも一つ実は変な点ではあって、実際の京都は、まあ、ご存知の通りなのか分かんないですけど、ずっと戦いが続いていて、防衛施設まみれで、飢饉や疫病も蔓延しておりますし、治安の悪化に伴って強盗が横行しておりました。ということで、そんなに生き生きとその人々が暮らしているような都市ではないんですね。もっと地獄絵図みたいなことになってた都市です、当時の京都というのは。で、まあ、同時代記録や数々の先行研究からそれがわかる。実際の京都の様子とは大きく様子が異なるわけです。というようなことからも、まず、じゃあ、そもそも、いろんな意味で、なんでっていうところがある。で、これに関して先行研究があります。武田恒義という人は、幕府や細川家が大きく描かれていることから、やっぱり幕府とは関係が深いんだけど、深い一方で、武家による凶楽の安定した秩序がテーマである。つまり、まあ、言ってみれば、室町幕府って何のために成立したかっていうと、その、室町幕府が成立したときは、南北朝の戦いが起こってたわけですよね。で、その南朝から、北朝を守る、北朝の政治を支える存在として、ずっと、その、存在意義といいますか、足利将軍というのは生きてきたわけですよね。北朝を守る、そして、そのお膝元である京都も平和に保つ。
その治安維持によって、まあ、それが足利将軍の使命であって、それを果たせなくなっていったから室町幕府は最終的に滅んでしまったわけですよね。なので、まあ、やっぱりその戦乱の中でも将軍は天下正室っていうことで、その京都周辺の治安が安定することを望む、その祈祷の証文というか起承文みたいなものを結構たくさん出していたりするので、まあそういった形で幕府の関係者なのだろうけど、こういうふうに描かれているのは、まあ武家が、平和な京都を実現した、まあ要は室町幕府が実現すべき京都を描いたと。そうですね、今蝦夷地の足軽さんという方がおっしゃってますけど、僕が考えた最高の京都が書かれたものだと。まあその麒麟が来るとかでも、その足利義昭が都の都は穏やかでなければならぬっていうふうに言ってましたけど、足利将軍はその都を穏やかに保たないと存在意義がないわけですよね。立つ瀬がないので、足利将軍とか、まあ、室町幕府としては、京都を平和に保たなければいけない。ただ実態は離れているってことから、まあその平和に暮らしている民衆にスポットライトが当たったっていうふうに言われてはいました。まあそれが否定されるわけではないんですけれども、まず先行研究に関してはこうですね。そしてここで一旦挟むのが、このそもそも先ほどまで述べてきた歌合わせは何のために行われたのか。まずじゃあ最初の原点に戻るような形になるんですけど、そもそも2つも、歌が読み込まれたこの歌合わせが行われた目的、この判言葉というのが、まあその歌の勝敗を決める言葉なんですけれども、それを読み込むことによって小谷氏は、2つ目的が分かるということを明らかにしております。あ、そうですね、正本さんがおっしゃってる通り、六角貞よりも将軍が上洛しても都が平和でなければ意味がない、むしろ面目を失うというふうに言ってたりするので、まあその室町幕府にとって都の平和っていうのは大事なので、理想的な京都を描かせたってことですね。さて、この歌合わせの目的なんですけれども、一つには足利義澄に直線衆の失踪をしてもらうこと、そして、まあ、要はその歌合わせとかに関連して直線和歌集を作る手助けしてほしい。で、何よりも二つ目です。五柏原天皇の即位式実施を将軍義澄に働きかけることでございます。それこそここに今、正元さん来てらっしゃいますけれども、この時ですね、五柏原天皇というのは、その、ずいぶん即位式が長引いた、即位式が行われるまでかなり時間がかかった天皇でございます。なぜかと言いますと、当時その義澄を支える幕府のナンバー2でありました官吏の細川政元が反対したからです。要は幕府にも金がないんだと、即位式はすごくお金がかかるので、ちょっと細川政元としては及び腰だったんですね。ということで、無益だっていうふうに言い始めたわけですね。天皇は即位式したところでみんなが天皇と思っていなければ天皇としての役割は果たせないし、この俺は天皇を天皇だと思ってるからそれでいいじゃないかっていうことを言い始めたっていうのが、なんと同時代の記録に残っていると。すごい破天荒な慣例がいたわけでございます。コメント欄が天狗模様で溢れておりますけれども、そうですね、天狗で。一方で朝廷としてはそれでは困るわけですよね。そのちゃんと即位式をやらないと朝廷の権威にも関わるということで、将軍を抱き込んで歌合わせをやることによって将軍義澄に、即位礼をちゃんと手伝ってくれよっていうふうに、働きかけたわけですね。ということを踏まえますと、そのさっきの火山正長が月が見えないってことで失望を歌ったのに対して、義澄が月がいつか見えますよっていう風に歌ったのも大体、この文脈で解釈できるわけですね。その義澄っていうのは実はその何でしょう、この状況で細川政元と対立しているので、義澄はちゃんと即位礼を実施したい派です。政元に反対されてできていない
って形なので、火災正長はその何でしょうね、月が見えないってことで即位令が実施できないことの失望を歌うのに対して、吉住はいつか、実現できますよっていう風に歌を返したっていうことになる。ということで、まあ要はその、正元さんはもう来てくださってますけれども、この歌合わせっていうのは、朝廷と吉住が総グルメで細川正元己細川正元っていう風に思いながら歌を読んでいた歌合わせなわけですね。ということを踏まえまして、ではこの歌合わせ題が3つございました。で、1つ目と2つ目こちらはの歌が読み込まれているってことは先ほどまで見てきた通りです。3つ目には何が読まれていたのでしょうかと。3つ目の歌を読んでいきましょう。見ていきましょう。これが五ヶ島原天皇と将軍足利義澄が歌を読み合う歌合わせのハイライト、クライマックスでございます。五ヶ島原天皇の歌、隠しても我が世はへなん振りにける、人に正しき道を残して、このようにして私の世は経て年月が過ぎた、人に正しき道を残して、ということを、まあこのようにして私の世は年月が過ぎてしまった、まあ、即位令ができないまま過ぎてしまったっていう、まあ嘆きですよね。一方足利義澄、もろ人の使うる技も安かりや、正しき道を君に任せて。まあもろ人っていうのが要は一般庶民ですね。一般庶民のなりわい、一般庶民の生活も安らかであれ、正しいご制度を君に任せて、天皇に、まあ要は天皇を将軍が支えるっていうあるべき室町幕府の姿を、歌に込めて願ったわけですね。そういう室町幕府を私も実現したいんですっていうことを天皇に対して返したということでございますので、まあ要は、即位令ができないことに対して、嘆く五ヶ島原天皇に対して私もそう願っていますっていうふうに足利義澄が返したというような歌合わせを持って、この歌合わせは幕を閉じるわけでございますね。まあ、そうですね、今ちょっとコメントを追っておりますけれども、本当にそのずっとその即位令は全然できておりませんでしたし、そのもっと言えばその生きているうちに上位するっていうのもほとんどできなかったので、本当にお金がない。でその美濃の神さんがおっしゃる通り、簡素化しているとそれはそれで権威低下にもなる、まあすごい難しい存在状況ではあったんですけど、とにかく幕府にも朝廷にもお金がなかったわけですね。というわけで、まあ、天皇新政というよりもその天皇の政治を、朝廷の政治を、吉住室町将軍が支えるって形ですね。天皇新政なのはその確かに天皇新政ではあるんですけど、それは朝廷が望んで天皇新政してるというよりも、本来はその中世の朝廷の政治のあり方っていうのは院政が正しいあり方、上皇や皇后がその政治を取るっていうのが本来中世では普通でありあるべき姿なんですけど、その上位するにもやっぱり即位式をする必要があるわけですよね、新しい天皇の。なのでその天皇が実質その つい最近の今の上皇陛下が上位されるまでの間にあったように、要は崩御されるまで天皇の座に居続けなければならなかったわけですね。というようなこともあって、まあ普通にこれは朝廷全般の政治、朝廷政治にを、足利将軍が支えたいけれども、そうはできていないので、そうできますようにっていう足利義澄は願って読んだわけですね。というふうに、まあすでにいろいろ言っちゃいましたけど、足利義澄の願いというのが、まあ要は人々の生活も豊かであれ、正しき道を、まあ、天皇に任せて、まあご制度を天皇に任せてというような形で、あるべき室町幕府政治のあり方を歌に詠んだ。天皇と将軍が行う政治のもと、民衆が平和に暮らせるようにという願いを歌った。まあ、これは義澄が
平和を願ういい人とかそういう問題じゃなくて、足利将軍っていうのはその京都周辺を平和に保てないと立場がない、政治的に危うい存在になってしまうっていうことが前提としてあります。まあ、足利将軍である以上、その京都の治安維持ができるように頑張らなきゃいけないっていう風な政権構造だったっていうことですね。そうですね、秀吉の時代まで上位できませんでした。信長はその扇町天皇が上位できるように頑張ってはいたんですけど、ちょっとね、できないうちに高木美濃守さんもおっしゃってる通り亡くなってしまいましたので、あの秀吉の時代にようやくでございます。まあなのでこの願いが叶うのは随分先の話になるわけですけれども、ということを踏まえますと、一般庶民の影が多い、生き生きと過ごす一般庶民の姿が描き込まれているのは、このその抽象的な話にはなるんですけれども、テーマとなっていた具体的にこの歌を読み込んでくれっていう風に発注者が出したのはこの吉住の歌だった可能性が高いということですね。ということで、この吉住の歌こそ、楽中楽外図の、中心画題、中心となるお題であったと。ここまで見てきたものを整理しますと、楽中楽外図に描き込まれた歌絵は細川貴国の辞世の句が2首、歌合わせで足利義澄が歌った句が3首、この2人が、生前に叶えられなかった、願いで、この2人が読んでその願いを託した歌というのをそれぞれ、屏風の中に描き込んでいるということが、見えてくるわけですね。さて、というわけで、まずこの屏風が細川貴国と足利義澄の、非常にゆかりが深い、まあ、この屏風が作られた段階では義澄なんていうのは貴国よりずっと前に死んでますから、本人にゆかりが深いというよりも、まあ、発注した人がこの2人のことを意識しているってことですね。さて、情報は出揃いました。発注者は誰なのか。ヒント1、絵画にその描かせることで足利義澄と同じく洛中の平和を記念する人物、自分と同じく、まあ、要は義澄が願っていたことを、まあ、自分もその願いは受け継ぎましたよと、要は バトンは受け継ぎましたよみたいな意味合いがある。そして、細川貴国を悼んでいるということになってくるわけですね。さて誰なのかということになってくるんですけれども、そうですね、コメント欄ではちょくちょく、答えが出てきつつあります。小谷説の結論は、足利義澄の子であり細川貴国に擁立された足利将軍であります足利義晴が、この屏風を発注したのではないかというふうに結論付けております。まとめますと、発注者は足利義晴、制作目的としては、まあ、亡き父親であります足利義澄と自分の将軍の自分に将軍の座を用意してくれた恩人、まあ、この細川貴国とは、まあ、しっかり協力し合って幕政を動かしていた人物であるので、まあ、そんなに対立したようなそういう人物でもない、ナンバー2とナンバー1とナンバー2のその幕府ナンバー1ナンバー2対立は常にあるんですけど、足利義晴と細川貴国の関係は比較的平穏で、まあ、仲良くしていた存在で、この2人はいずれも、義澄はその戦いの中で将軍の座を追われて近江で亡くなりましたし、細川貴国は自害に追い込まれましたと。戦乱の中で無念の死を遂げた2人を鎮魂し、その戦いの原因であります戦い何でしょう、その2人が無念の死を遂げた原因でもあります戦いを収めて天下正室を実現するというような、まあ要はそういうスローガンを掲げる一環で、足利義晴がこの屏風を発注したのではないかというふうに小谷氏は結論付けました。ということから、
そして歌屋の分布から幕府が描き込まれている左跡には、細川高国の時世の句が少なくとも2つ描かれている。右跡の方には、吉住の、が読んだ歌が3つほど描き込まれているということから、現在分かった歌屋の分布状況から左跡のテーマが細川高国、右跡のテーマが足利吉住であるというふうに、さらに踏み込んで、考察されております。まあ、向かってその屏風を並べた時に左側にあるのがその高国を連想させる歌がたくさん読み込まれたもので、右の方に、右跡の方に描き込まれているということですね。吉住的には高国と共に鎮魂されるってどうなんだろうっていうのは、それはそうなんですよね。吉住と高国自体は、敵同士でございますし、高国は吉住を見限った人物でもあるので、この高国と吉住の存在というのはの関係というのはまあちょっと難しいものがあるんですけど、吉春にとってみれば、まあ吉住は幼い頃にその何でしょうね、亡くしてしまった、で昔将軍をやっていて無念の死を遂げた父親、高国はまあ個人的に信仰の深かった恩人だったというのが、まあ吉春の側から見たらそういうふうに意識されたんじゃないかっていうことですね。さて、しかし最後の課題が残っております。じゃあいつ作ったのっていうのがわからない。細川高国が亡くなった後に足利義晴が作らせたとして、作ったのはいつってことですね。これを見るためには足利義晴の動向を見ていく必要がある。まずその高国が自害した後、足利義晴は最終的には高国をおよそした細川晴元と和睦して京都に帰る、帰京するまでの間しばらく近江に逗留したりとかで、ようやく京都に帰ったと思ったら、今度はその晴元の配下であります木沢長政の反乱に巻き込まれて、ちょっとまた動かなければいけなかったりとか、しばらく動乱が続いたということで、ちょっといろんな場所を転々としているわけですね。で、いろんなところをぐる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 回っているときに、屏風なんてその壊れやすい、まあ持ち歩いていたら、あちこち持ち歩いていたらいつぶっ壊れてもおかしくないわけなんで、でこれそんな安い買い物でもないわけですね。結構な時間をかけて書かせるものになるので、経済力も必要です。で経済力をかけてようやく完成したと思ったら持ち歩いているうちに破れたとかでは、あまりにもバカバカしいので、ある程度吉春の政権が、安定していた時期に発注されたと思われます。では、吉春政権の安定期っていうのはいつなのかと言いますと、まあ実際の政情を鑑みれば、ようやく新しい御所であります今出川御所が完成して、細川晴元と共に幕政を運営し始めた天文11年から、天文15年には今度はその晴元に、敗れた細川高国ですけど、その残党が活動活発化しまして、細川国吉という人物が京都を制圧して、吉春もちょっと一旦御所を立ち退くというようなことが起こり始めるので、まあこの4年間であるということになるんですけど、ただここでも一つ問題が残ります。この時期は、高国はもう亡くなっていて、で高国のを追い落として自害に追いやった細川晴元、でこの晴元と吉春は、和睦して幕政を運営していたという時期にあたります。果たしてそんな時期に、高国の菩提を弔うなんてことを吉春がするのかという問題が一つ残るわけですね。これに関してはおなじみなんですかね、馬部隆弘先生の研究がを引き合いに出しておられます。この時期、高国残党はその細川氏綱、ちょっと屏風にも描かれているということ で出てきましたけれども、その細川天球家の出身で高国の養子というか後継者ということで、高国残党を率いた人物なんですけれども、畠山宛長、尼子春久といった、諸国の
勢力と連携して、春元から京都を奪い返そうとしていたわけですね。なんですけれども、これに対して義晴がどのようにして、応じていたかというと、義晴は高国の残党と通じていたっていうことが馬部先生の研究で明らかにされております。まあ、これ言ってるのは馬部先生だけじゃなくて、最近出された義晴の評伝を出した木下正樹先生とかも、その何でしょう、高国残党勢力と義晴が通じていたっていうことを述べられたりするということと、まあ、あとはその全体的な趣旨として、その木沢長政が反乱を起こした時に春元に促されて京都を立ち退きましょうとかいうふうに言われた時も、義晴は及び腰だったりとか、その高国と義晴は非常に仲が良くて、仲がいいっていうか、まあそんなに関係が悪化することなく、円滑に幕政を運営していたんですけど、春元と義晴の間っていうのは何かとわだかまりが多い。何かにつけて決裂はすることないですし、ナンバー2とナンバーそのナンバー1ナンバー2はそれぞれ支え合って政権を動かしていく必要があるので、表立って喧嘩したりはしないんですけど、その全体的にその春元の側が義晴の敗っていうか、その杯を拒絶したりとか、その義晴とその畿内ドランのその木下先生の本とかを読んでも、基本的に義晴と春元の関係っていうのは冷え込んでいるというようなことがあるので、まあその時期であっても義晴が高国の追討を行うっていうのはありえない話ではないと。では、ただそれだけでは政策年代がよく分かんないって終わってしまうので、具体的に義晴と義澄をセットで追討する理由がある行事が、まあ、あると、あるかどうかを探すと。天文11年から天文15年までの間に何かやってないかなっていうことをまず探していったわけですね、小谷氏は。そして見つけたのが、天文12年に行われた船岡山合戦戦死者瀬垣家、瀬垣家でいいのかな、まあ、という法要行事を足利義晴が行っていたということが明らかになっております。一体この行事は一体、何なのかと言いますと、天文12年、義晴は岩清水八幡宮に天下太平を祈祷するように、命じる御内書を出すとともに、お父さんであります、義澄の命日に船岡山合戦の戦死者を弔う法会を行いました。まあだからその戦死者の弔いっていうのはイコールその戦争が繰り返されることがないようにっていう祈祷でもあるわけですね。ということで、まあ先ほど話に出たように、細川貴国と足利義澄は敵陣営同士ではあったんですけど、まあそれゆえにということもあり、この船岡山合戦っていうのは貴国義澄の2人にとっても縁の深い戦いで、でこの戦いが行われている最中に足利義澄は亡くなります。一方で細川貴国はこの戦いで活躍を見せた人物でもあるわけですね。そしてこの年はちょうど細川貴国の13回忌、足利義澄の33回忌にあたりまして、この2人の年忌法要が重なっております。ということで、まあ最終的にはその義晴は春元との縁を、その六角貞頼が、その島吉さんとかもおっしゃってるように六角貞頼がいたってこともあって断ち切れなかったんですけれども、結構そのそれこそ今正元さんがおっしゃっているように桂川合戦以降春元と高子の残党を天秤にかけているっていうような状況が続いておりましたので、まあ高子の側にもまだ片足を残しているっていうような状況ではあり、そしてそういった状況下で行われた船岡山合戦の戦死者を悼むこの追悼の行事において合わせて、まあこういうその戦死者の追悼っていうのはその将軍の徳を示すとか、まあそれこそその源の頼朝とか、まあそれこそ一番最初の幕府将軍でいいのかな、まあいやまあ普通に考えればそうなんですけど、まあ
自称寿衛の乱の追善供養とかでも源氏兵士全然関係なく全員の菩提を弔うっていうことをやっているので、まあここで高国と足利義澄を合わせて弔うこと自体はそんなに変ではないですね。まあ戦没者供養ってことでは、まあ高国はこの戦いで死んだわけじゃないですけど、まあ義澄も戦いで死んだわけでもないですけどね。ということで、まあそういう機会であればこそ敵味方であった2人を合わせて弔うことができる。でそういった法要では弔問者、まあその法会に出席する人たちの席などに屏風が使われることが多いです。その席を飾るための屏風が用いられるということから、歴博公本、これは船岡山合戦の戦死者を弔う、戦没者供養の、法会に伴って、その法会に使うために義治がこの屏風を発注したのではないかというふうに結論されました。ということで、まとめますと、足利義治が天文12年の法会のために作らせた屏風が、歴博公本であるというふうに小谷和子先生は最終的には結論されました。でまあここまでその小谷先生の説の枠組みを見てきたんですけれども、他にもこの人はその美術史とかの専門家でもあるので、歌絵物語絵が他にもこの屏風たくさん読み込まれているっていうことを論証しながら、ここにも高国に関連するものが、ここにも義澄に関連するものがっていうことを、ものすごい結構指摘されていて、全部紹介してると時間的にちょっと無理だってことで、あの代表的なものに絞らせていただいたんですけど、あ、鹿角さんお疲れ様です。やっと帰れたというふうに、あのお疲れ様なんですけれども、あのちょうど今本題が終わったところですので、まああのまたアーカイブ等を見ていただければ嬉しいです。ちょうどもうほぼほぼ結論まで来たところでございますので、そうですね、その今くるみさんがおっしゃってる通り、法会をきっかけに、あなるほど、法会のためにではなく法会をきっかけに作り始められた可能性ですか。まあそれもあるんですかね、もうそれちょっとわからないですけれども。ということで、まあより深くこの屏風に高国にまつわる何かとか義澄にまつわる何かで何が読み込まれているのかっていうのを知りたいっていう方は、まあもう買ったら結構高いんで、これ諭吉一枚吹っ飛ぶくらいのものなんですけど、まあ図書館で借りてくるとかで読んでみるとかいう風にしていただければと思います。結構あの面白いことがいろいろ書いてあって、その細川隆国や足利義澄が周りの人たち、まあだからその歌が読まれたシチュエーションとかについても考察されるので、自動的にその人たちの周りの交流っていうのも結構見えてくるので、隆国や義澄がどんな人たちと交流していて、また同時に発注者である義治がどういうつてでその歌を聞き出したと考えられるのかっていうことも合わせて考察されていたりするので、まあもうちょっとその屏風について知りたいっていう方だけじゃなく、義治や義澄義治や細川隆国について知りたいっていう人にもおすすめできる一冊だと思います。まあ興味のある方はぜひぜひ読んでみてくださいということになるんですけれども、しかしですね、小谷説に批判もないわけではないというか、まあつい最近出た説ではあるので、そんなにすぐに批判なんて出すのは簡単じゃないので、それはそうなんですけど、早速ながらあるにはあるということで簡単に紹介させていただきます。それが美術史家であります山本里美さんという方で、僕はこの方よく存じ上げないんですけど、日本歴史という、論文雑誌があるんですけど、その日本史に関する研究ではその代表的な論文雑誌ですね。その論文雑誌に寄稿されたものの中にその書評があるわけで、この小谷さんの小谷説が記された、研究の先ほど紹介した本の書評が載りました。その中で、この山本氏は
小谷説を高く評価する一方で疑問点を投げかけております。それがこの3つ、神楽岡の影と月光、歴博候補は、これはその本当に根幹にかかる問題ですけど、本当に土佐派の作品なのかと、そして制作経験に関してと3つですけど、疑問点の1つ目、神楽岡のこれが影が描かれていて白いのが月光だっていうことに関してですけど、障子に映った人の、まあ、内部、その障子に影を描くことでこの人にこの中に人がいるんだっていうようなことを描くような絵のやり描き方は、当時っていうかそのあったらしいですけど、この段階でこの時代にはその物体によって光線が遮られることによって生じる影というのが描かれた類例が見当たらないと。そしてなのでこれを影であって地面にを白くすることによって月光を表現するっていうのも、これも類例が見当たらないということで、これをそれぞれ影と月光とするのであれば、これもその何でしょうね、 S 字状の川とかその筒井筒の柳とかと同じような形で類例を示してくれと、類例がないとちょっと根拠として弱いですよっていうふうに指摘が入っています。そして2つ目、歴博候補は本当に土佐派作品かっていう点で、まあ土佐派作品だっていうふうなのが最近の研究の潮流ではあるらしいんですけど、その小谷氏の論証の仕方としては、土佐派が同じ時期に作らせた桑の実寺縁起絵巻と十年寺縁起絵巻の様式と、歴博候補が共通しているっていうふうに述べた上で土佐派の作品だっていうふうにされたわけなんですけど、実際には土佐派の作品ってもっとたくさんあるわけで、そのサンプルが少なすぎるって話ですね。この2つと一致していたから土佐派の作品だっていうんじゃなくて、もっとたくさん土佐派の作品の絵を、見た上で包括的に全体を見て、これが土佐派の作品だっていうふうに言う必要があるということですね。まあ要はその先ほどのと同じように、まあさっきのはサンプルがないって話でしたけど、これもやっぱりサンプルが少ないと。そしてさっきの背書き絵というもので、きっかけで歴博候補が書かれたっていう話ですけれども、その背書き絵という回にそのそういう法要の場で使われるものだったっていうことを示すためには、まあ要は他の洛中洛図とかも同じような使い方をしているとか、そういう例があれば分かりやすいんですけど、その何でしょうね、これだけが背書き絵に使われたっていうのはちょっと唐突の感があるってことなんでしょうね。なのでそういう仏事と歴博候補の関連性というのが十分に論証されたとは言えないというふうに、述べられております。そうですね、そのくるみさんがおっしゃってますけど、まあ、どこかそもそもこの法営に関する記録があまりないっていうのもあるんですけど、まあそういったことで、まあその内容がありえないっていうような話ではなく、ちょっとここは論拠が弱いというか強引なんじゃないですかっていうところを3つほど、この山本さとみ氏は挙げたということで、まあ、これがきっかけとなってそこを埋め合わせる、その小谷説の穴を埋め合わせるような研究が今後出てくるのかもしれないですし、この穴がきっかけとなって小谷説もやっぱり成り立たないっていうふうになっていくのかもしれないので、その何でしょうね、最新研究だからといって正しいわけではないということがまず一つあります。ただ、こういう視点は、随分大胆かつそのこれまで、まあ、大きく歴博候補の見方を見直さなければならなくなった論文であるというふうには思いますので、今後の歴博候補研究の、基軸になっていくものであると考えられますと。以上をもちまして、参考文献はこちらとなりますと。長々と、結局2時間半、ご清聴ありがとうございました。そうですね、大体そのこの小谷和子氏の、歴博候補洛中洛絵図屏風の研究というのが今回の主な、参考文献でした。そうですね、その大和の国さんがおっしゃってるように今後の研究のベースになる研究ということ でこの歴博候補はその僕も結構その動画上で使ってきましたし、
政元さんの動画でも結構使われているもので、その歴博広報に描かれる幕府っていうのは、そのまあ僕はちょっと一旦室町期の動画を今後どれくらい出せるかわかんないですけど、政元さんの動画とか見ていくときに、その歴博広報 の、 その成り立ちというものがわかると、まあ果たしてこの屏風どういうものなのかっていう前提を知っていると、まあちょっと面白いかなっていうような話で今回は取り上げさせていただきました。で、そうですね、続いてここからはその歴博広報からの話とは、変わってくるんですけど、そうですね、いろいろと感想いただきましてありがとうございます。そうですね、僕もこの話は本当にその僕も小島道博さんの見方で理解していたので、この小谷説というのは非常に新鮮で、そもそもその何でしょうね、実際の京都を描いたものじゃなくて歌を読み込ませたものなんだっていうような視点は全く持ち合わせていなかったので、へえというふうに思いながら読んだのとともに、これ面白いから紹介してみようということで、本年度最後の、このチャンネルでは最後の、生放送ということのテーマにさせていただきました。では、告知がございます。そうですね、まあ来年の活動についてとその他もろもろについてですね、話を進めていこうと思います。まず一つは、来年の1月から投稿を始めます新シリーズについてです。で、まあ専門外だろうかって言われてしまうと本当にその通りですとしか言いようがないんですけど、このそうですね、この来年の1月から鎌倉殿の13人という大河ドラマと、あとアニメの平家物語というものが始まると思います。いずれもそのいわゆる自称寿永の乱、源平争乱と非常に関わりの強い作品だと思うんですけれども、その源平争乱はいろんな物語 や話で描かれていて、馴染み深いものだと思うんですけれども、なぜ、こういったところにまで、こういった戦いが起こっていったのかというようなところは、その中世の始まりというようなところも踏まえて結構面白い割に源平合戦に注目がいってしまって、あまり、そこまでの道というのが見えてこないというところが、まあもちろんご存知の方はご存知なんですけど、源平に比べてやっぱり影が薄いというのがあります。故に院政の時代ですね、院政が成立していって、そこから兵士の世が起こっていって、でまあそれが崩れ始めるまでの過程というものをシリーズ化したいと思っております。そうですね、高木美濃守さんがおっしゃっているような形で鎌倉殿のプロローグであるとともに、その平家物語の方にも合わせてそのプロローグというような形で、まあ中世の始まりを見ていくシリーズになります。予定といたしましては、これまでのシリーズは全10回だったんですけれども、今回のシリーズは全16回を予定しています。ただ、全16回っていう風に言ったんですけど、まあ、これは台本までは16回分全て書き上がっているんですけど、動画化できているのがその現時点で第8回までで、残りの8回はまだその台本だけで動画として完成していないものです。でその8回まではその投稿できるんですけど、まあ、なので第2、第4金曜日の18時という風に書いている通り、そうですね、アズ・オブ・ノブヤボ信者さんがおっしゃってるような形で、源平自体のタイトルにも触れます。まあ、その、要は第2、第4金曜日ということで、月2回投稿、2週間に1回1本投げるというような形になるんですけれども、要は、つまりこれで、月2回なので、8回分投稿すれば、4月、に尽きるんですけど、でその作り続けていれば全16回分そのなんやろ、なんでしょうね、平坦じゃないですけど、補給が間に合うだろうっていう風に思われるかもしれないんですけど、これはその僕個人のプライベートな事情といいますか、
僕はその来年大学4年生になる身っていうのもありまして、これからその就活の本番に差し掛かっていくので、あのストックを放出しておくしていくっていうので、しばらくその何でしょうね、上半期はちょっとあのなかなか動けなくなる、まあ僕以外にもこの小鏡に入ってくれている、誘って入ってくれている人は、その前回のその城の動画を出してくれた妖怪カイトさんっていう方ですけど、まあその人とか、あの他にも人がいるので、動画自体は出るかもしれないんですけど、僕がちょっとこれを作り続けること自体がちょっと難しいかもしれないので、第9回以降というのは台本までは出来上がっているものの、基本的には僕が就職の目処をつけてから再び動画制作に取り掛かる形になると思うので、ちょっと若干間が空きます。なので、前半が終わってから後半がいつ、流せるかっていうのは分かんないんですけど、まあ上半期のうちには決着をつけるのを目標にしておりますので、下半期に、9回から16回までを流して、でまあそれでその源平合戦の前日譚を一通りやりきって、鎌倉殿平家物語につなげることができればというふうに思っています。お待ちいただければ幸いですということになります。そして告知は、もう一つあります。これはもう来週のことです。今もそのチャット欄に来ていただいておりますけれども、右京のダイブ正本さんの生放送番組オールナイト幕府に去年も呼んでいただいたんですけれども、今年もありがたいことに呼んでいただけました。来週の水曜日12月29日の、9時から11時にかけての時間、生放送が行われるのは、この小鏡のチャンネルではなく、右京のダイブ正本さんのチャンネルで、行われます。ゲストとして呼んでいただいているということでございますので、正本さんのチャンネルでの生放送にお邪魔させていただきます。就活の応援をいろいろいただきましてありがとうございます。僕自身もちょっとまだ右往左往しているところではあるんですけれども、なんとかうまく決着をつけることができればなというふうに思います。まあ、無事に戻ってきて動画を届けできればと思いますので、待っていただけると助かります。ということで、そうですね、正本さんのチャンネルに呼んでいただきまして、よろしくお願いしますとのことで、こちらこそよろしくお願いいたします。で、そのまあこれはその僕が呼ばれるのはその一日のその最初のその正本さんのところからちょっと画像をお借りしたんですけど、ちょっと勝手ながら使わせていただいてるんですけど、その初日ですね、初日に呼んでいただいていて、まあ、翌日には太田牛一さんで、さらに年越しスペシャルまでされるというようなこともありますので、まあだいたいその視聴者層はかぶってると思いますけれども、まあ合わせてこちらでも宣伝させていただきまして、牛一さんでありますとか他の放送も合わせて楽しんでいただければいいんじゃないかというふうに思います。そうですね、足利将軍総選挙に関しては明日が締め切りでございますので、そうですね、僕も投票まだなので今日明日の間に推しの足利将軍を決めなければいけないわけですけれども、あとできれば予想ダービーも取って送りたいですね。間に合えば頑張ろうと思います。ということで、とりあえず、合わせてこちらも、よろしくお願いしますっていうのを僕が言うのも変ですけど、宣伝させていただきますということで、今回の生放送は基本的には、テーマというかお伝えすることは終わりまして、そうですね、ちょうど、10時40分くらいということなんで、30分40分くらいですかね。まあ その日が日を超えずに11時過ぎと言える範疇で終わるくらいのところまで、しばらくコメントを読みつつ雑談をさせていただいて、今日は終わりということにしようと思います。では、一旦 BGM を切り替えさせていただこうと思います。前回ちょっとしばらく、
そうですね、話し始めるまでの間マイク切ってしまってたので、それをしないように気をつけます。今日は、この限界集落みたいな生放送にお越しいただきましてありがとうございました。今回こそはちゃんとマイク通ってますかね。BGM も大丈夫でしょうか。 BGM 等も差し支えありましたら、コメントで言っていただければありがたいです。そうですね、今回の放送で吉春の票動いたら光栄ですけどね。まあ、全然あれですけど、吉春を押そうっていう話じゃないですけど、まあ、大丈夫だということで、はい。よかったです。音大丈夫だということで。まあ、でも、この屏風をわざわざ、春元政権下で作らせたのだとすれば、なんでしょう、春元政権下で作らせるっていうこと自体、そこまで進んでやるべきことでは確かにないので、吉春が細川貴国のことをどう思っていたのかっていうことが垣間見えるようなものでもあるような気はしますね。その何でしょう、小谷先生はこの研究成果をもって、足利義治が、亡夫足利義澄と恩人細川貴国に対して、深い追慕の念を抱いていたことがわかるのであるっていうふうに結論付けられておりましたけれども、まあまあそういう背景が果たしてあるんですかね。小谷説が正しいとすれば、そういった意図といいますか、その吉春の気持ちの反映でもあるのかもしれないですね。吉住英明部門宣伝配信そうですね、相当僕もこの論文読むまで吉住があそこまで文化的に教養に優れた人物だとは思っていなかったので、すごいなこの人っていうのはちょっとイメージが変わったところもありますね。吉春今回も人気部門の人気が、やっぱり少ないですか。吉春結構その木下正樹先生の評伝が出たっていうこともあって、かなり状況が動くと僕は踏んでたんですけどね、全然人気上がらなかったんですかね。ああ。そういった情報も踏まえて予想ダービー予想させていただければいいんですかね。もうフライング情報みたいなことになってますけど、吉春は、そうですか、結構頑張った将軍だと思うんですけどね、全然伸びないっていうのは、そうですか。案外じゃあ本放送の、政本さんの本放送で出てきている将軍っていうのはあんまり関係ないんですかね。やっぱり世間的な人気というものを加味して全体的に見た方がいいのかもしれないですけど、僕は結構吉春好きなので、それはちょっと悲しいですね。吉春破天荒さが足りないのかって言われてますけど、まあそれはそうかもしれないですね。他の将軍に比べて良識的というか、おとなしいというか、まっとうに将軍やってる人っていう感じがしますけど、そうですよね。吉谷は人気あるのにこの界隈っていうふうに。でも吉谷も前回そんな人気だったかっていうと、どうでしたっけね、ちょっと忘れてしまいましたけど、吉輝がすごい強かったですよね。まともなことするとキャラが薄くなるか。まあ、なんでしょう。他の将軍のキャラが濃いだけに、常識人だからこそ埋もれるんですかね。その、吉谷も、今日はその、普通に、その、吉春が、将軍に寄り されるきっかけということで、なんでしょうね。家出と言いますか、ね。よく言われる通り。今日出奔していったりするわけですけど、
大和の国さんが今おっしゃってるように良識的なのがいいところっていうのは僕もそう思うんですけどね、吉春のその優等生的なところは個人的には結構好きなんですけども、やっぱりエピソードに弱いってことなんですかね。吉谷は前回5位、微妙ですね。まあ3分の1には食い込む。吉谷をもってしても5位ですか。ちょっと苦しいですね。ちょっと本当に足利将軍の中で、そもそも足利将軍の人気っていう括り自体がもう限界オタクたちの投票みたいな感じではあるんですけど、まあ、だからこそ他ではやってくださらないので ありがたい限りということで、僕もせっかくなので書き込み投票させていただこうと思うんですけれども、そうですね、為政者としてはあるべき姿というのはもう本当にその通りだと思うんですけど、そうですね、吉輝が若干落ちるっていうのは確かにおっしゃられる通りかもしれないですけど、でもそうは言ってもその多くの人たちの印象に残って、でその向井理さんの吉輝を塗り替えるに足る吉輝っていうのが世の中に出てないですから、そのなんでしょうね、この界隈にいるとその天野先生とかの吉輝ディスといいますか、吉輝の評価が低いっていうのがよく知られていますけど、世間一般で見たときにそこまでそれが反映されているのかっていうのは、どうなんでしょうね、難しいところですね。ちょっと失礼しました。上書きされてないんじゃないですかね。別の方が吉輝を演じるとかそういうことがあればちょっと別なんですけれども、吉輝がまあでも多少その向井理さんのその放送当時の人気も一旦は落ちたとしてもある程度上位にとどまると踏んではいるんですけどね。そうですね、世間的な印象が勝つか、それとも沼の住民票が勝つかっていう感じですけど、でも吉春が上がってこないっていうことは沼の住民票少ないんじゃないですか。いや、なんでしょう、吉春に入れるのが正しいみたいな言い草になってしまってますけど、やっぱり世間的な印象の方が強い気がしてしまいますけどね。どうなんでしょうね。そうですね、結構ただそのなんでしょう、なんだかんだでその僕のものもそうですけど、正本さんや牛一さんの、まあ他にも鹿角さんとかもそうですけど、この辺りのどちらかというとその研究者の書籍であるとか、そういったものを題材にして動画を作っている人とかの場合でも、生放送とかでコメント欄でコメントくださったりする方っていうのはそのある程度、まあ、いつものメンバーでよくその何でしょう、あ、また来てくださったんですねっていう方が多いんですけれども、要はそのある程度覚えきれるくらいの方が基本的にそのまあ言ってみればある程度固定的な何でしょうね、沼の住民っていうのがいるんだと思うんですけれども、一方でその全体の再生数とかを見たときに、やっぱりそのなんだかんだありがたいことに1000、2000、3000、4000、5000とか、まあそれこそ正本さんの物町時代ゆっくり解説とかであれば1万とかを超えることも珍しくないような感じで、その全体的に見たときにやっぱりその
少数派ではあるだとは思うんですよね。そうですね。ということを踏まえるとやっぱり少数派の意見は反映されにくいだろうというふうには思ったりはしますかね。あ、でもそうか、関連総選挙であの有名人の細川勝元が4位、それはそうですよね。まあ細川勝元を抜いて、まあでも正元さんですから細川正元が1位になるのはある程度デッキレース的なところはあるような気はするんですけど、正本頼之高国でしたっけね。そうだったかなというふうに思います。とまあまあそうですね、難しいですね。これどう予想すればいいんですかね。全然本当に予想するに予想できないって感じですけど、難しいですね。まあまあ なんとか明日までに間に合いそうであればよ、ひねり出して予想を、まあ、盛り上げの一助になれば幸いだと思っておりますので送らせていただければというふうに思います。あ、まあまあ混戦していると、予想しづらいですね。混戦状態ですか。あ、一概にこっちの方が強いっていうのが分かればやりやすいんですけどね。混戦状態ですか。あの予想の参考にさせていただきます。そうですね、やっぱり知名度勝負ですよね。そういう意味ではやっぱり高氏とか義満とか義政とか教科書で出てくる人はある程度強いって考えた方がいいかもしれないですね。あ、MK さんこんばんは。本編はまあそうですね、ちょっと長くなってしまいましたけど、本編だけでだいたい2時間半くらいありますので、まあ、まあまあ、よろしければゆっくりまたお楽しみいただければと思います。そもそも、クリスマスイブに なんというわけのわからない配信をしてるんだって話でございますので。まあまあ、そうですね。あと、そうですね、本能寺の変の動画について触れていただいてますけど、ありがたいことに、50万再生ですか。まあ、あの動画だけ伸びてるっていう感じなんですけれども、あの動画のおかげで、見てくださる方も増え、ありがたい限りでございます。MK さん、大塗装なので、吉明推しですっていうふうにおっしゃってますけど、吉明推すのは、十分すでに、あれですよね。とっくに沼の底に落ちてるような人でないと、吉明は押さないと思いますので。大塗装、過去投射費って書いてありますけど。学会での素人質問ですが、みたいなノリで大塗装っていう言葉を使い始めるのは、結構恐ろしいことだと思うんですけれども。本当のライト層の方が震え上がってしまいますので。ライト層過去投射費、ライト層過去浅いとは言っていない。おっしゃる通りでございますね。まあ、ライト層とは何だっていう話ですけれども。何なんでしょうね。まあまあまあ、そうですね、混戦状態ということを踏まえれば、まあでもどっちからも人気があるのはやっぱり高氏にやっぱりなるとは思いますね。アズオブノブヤボ信者さんが震え上がってます、本当マジでっておっしゃってますけど、ここに来てるだけで十分、ここに来てると言いますか、その、この生放送で、普通は、なんだこの話等に、途中で退出してしまわれる方の方が多いと思いますので、なんでしょうね。
十分に沼の底にはまり込んでいるような方だと思います。忠義にもスポット、そうですよね。今回新たに参陣した忠義、義見、ん？忠義、義見、義綱ですか。義継は確かいないですよね。というのを踏まえると、そうですね、忠義でも一般人にとって忠義って有名人なのかなっていう疑問が一つありますけど、やっぱり義満や義政の方が有名ですしね。どうなんですかね。わからないです。まあまあ、そういった票の割れ方等々を予想して、まあ、難しいですね。まあまあ、自分なりになんとかひねり出してみようと思いますので、また、明日までですよね。明日までになんとか考えますので、はい。忠義、義見、義綱、そうですね。そうでしたね。出家した謎のマイナー足利諸氏総選挙やってほしいなっていう風にパズル屋さんがおっしゃってますけど、多分それ本当に全員揃って誰だこいつっていう話になるだけの総選挙になる気がするんですよ。大丈夫ですかね。源の頼朝像が忠義なら、忠義見たことがある日本人はめちゃくちゃ多いんじゃないかと。それはそうなんでしょうけど、みんなあれ頼朝だと思ってますからね。まあ頼朝かもしれないですし、まあその所蔵元の神宮寺さんとかはあれは頼朝だって言ってるんで、あんまり忠義だっていうふうに言うと怒られかねないんですけど、まあそうですよね。堺大樹大勝利ルートはありますか？ないと思います。ないでしょう、さすがに。それはあったら面白いんですけどね。それは苦しいんじゃないですかね。足利将軍、そもそも忠義の場合は人気が出る要素ありますけど、義綱は本当に何でしょうね、同情票くらいしか期待できないんじゃないですかね。悲劇性もあるんでしょうけど、やっぱり弱いですよね。あ、かといって出家してただけだと義則、義明あたりが圧勝しかねん。そうですよね。それは本当にそうですよね。ただあれですね、間違えて大覚寺議長を義明と間違えてたっぷり票が入るとかあれば面白いんですけど、なかなか。そうですね、それこそその今回の義澄とかとの話で言えば、実相院議長ですか、あの人とかも戦いに巻き込まれて中殺された悲劇の人物でありますけれども、全然知られてはいないですからね。まあ、そもそも将軍全員言える人自体が世間的に見れば貴重なんだと思いますので、貴重というかその希少種だと思いますので、将軍全員言えることにそこまで価値があるかというと別にないと思いますけど、ああそうか、出家から将軍って意味ではそれこそそうですね、義澄だってそうですよね。確かに出家してるところから、政元に連れてこられて将軍の座に据えられたということでございますね。歌で覚えるしか、政元さん頼みですね。そこはもう歌って踊れる慣例配信者の、踊れるかどうか知りませんけど、まあまあまあ多彩な方だと、まあ、僕が言うのも失礼な話かもしれないですけど思いますので、そうですね、
徳川将軍より足利の方を覚えてしまったよっていう、多分徳川将軍の方がやっぱりみんな先に覚えるっていう感じはありますけど、そうですね、やっぱり徳川の方が何かと注目されますもんね。まず家康といい、その何でしょう、戦国時代と幕末が一番人気の時代になった時点でもう徳川の、人気的には徳川の勝利が確定してますからね。いろんな総選挙案が出てますけれども、まあまあまあ、どうなんでしょうね。あまり限界みたいなところでやっても、それはそれでよくわからんってことになりますしね。まあでも、総選挙ということで言えば、鹿角さんの、その、なんでしょう、中国地方武将総選挙。あれももう大盛況の、すごい、いろんなところから票が入ってっていうので、にぎわいましたし、そういう選挙企画っていうのも面白いかもしれないですね。ちょっと正直僕は手をつけられる自信がないですけれども、いつかやってみたら面白いですかね。面白いのは面白いんでしょうけど。摂家皇族将軍、僕らも忘れないでくださいっていうふうに書いてありますけど、一番忘れられてるのはその方々ですよね。何せ研究が少ないというか資料がないと。最後の皇族将軍なんて確か、僕もちょっと名前曖昧ですけど、森国親王でしたっけ。鎌倉幕府滅亡の時も蚊帳の外でしたからね。その場には別に将軍の姿はいないっていうのと、でそのまあ当然といえば当然というか、やっぱり特捜が力を増していって、さらにその下の、何でしたっけ、まずいですね。ちょっと、中世全般になると、身内人ですね。身内人が、勢力を増してみたいになっていくので、本当に鎌倉幕府の場合は、上がどんどん形骸化していくっていう形なので、摂家将軍は、九条頼経が少し注目、九条頼経も苦しいか、苦しいですね。九条頼経まではまだ頑張ってたと思うんですけどね。全然、室町と関係ない話になってしまってますけど。失礼いたしました。そうですね。中国地方総選挙は沼の住人という言葉すら生ぬるい深海を見たというふうに大和の神さんおっしゃってますけど、いや本当にね、そうですよね。僕も全然この人誰みたいなのの連続だったので、まあ常に知らないことの連続でございますので、これは面白いなって思ったことを動画にしてみたり生放送にしてみたりっていう感じなので、もともと別に前提知識が豊富なわけでも何でもない普通の歴史好きでございますので、本当に知らないことだらけだなっていうふうに思います。まあその分、その参考にした文献とか、そういったものはちゃんと示そうっていうことだけは、しっかり通していくつもりでおりますけれども。そうですね。執権すらおみこしという。そうなんですよね。なので、その点で言えば、いわゆる鎌倉幕府末期の政治を特捜先生政治っていうのはどうなのかなっていうふうに個人的に思ったりはするんですけど、まあちょっと専門外ではあるのであまりあれこれとは言えないんですけれども、全然特捜が先制してる感じじゃないですからね。もう見越しになってしまって、それこそその足立市とか長崎市といった、やっぱり先ほどのそのコメントにも挙げていただいてますけども、身内人が権力を握るわけなので、それを特捜先生政治って言っていいのかっていうことを思ったりはします。
そうですよね。特捜先生失敗政治観っていうので特捜先生政治を目指したのかもしれないですけど、実現してないじゃないですかっていう感じではありますからね。まあ、実現してないと言いますか、その時よりの時代から貞時の時代くらいまでで、貞時の後半と高時の時代は特捜先生政治とはこれ言えるのっていうふうに個人的に思うところではありますね。あ、森国親王、確かにこの人を京都に送り返されてないですよね。どこか全然関係ないところにいて、その室町幕府の滅亡、室町幕府じゃない、鎌倉幕府との滅亡とも蚊帳の外っていう感じだったのを踏まえると、で他の親王将軍や摂津将軍は問題を起こすと京都に送り返されるっていうのが通例としてあったわけなので、それを踏まえると確かにそれが送り返されないっていうのは空気だったんでしょうね。一応将軍ではあったんでしょうけど、いい悪いまとめ家人さんの、そうですね、特捜家の家人である身内人が政治を主導したっていう意味、特捜先生政治っていうのはそういう意味なんですかね。特捜先生っていうとやっぱり特捜が先生してるような感じがしてしまうんですけれども、まあまあ専門ではないので、あまりその既存の概念が正しいのかどうかっていうような話はどこまでその踏み入っていいのか分かんないですけど、クーリングオフ将軍、そうですね、普通はクーリングオフされるんですけど、森国親王は確かにクーリングオフすらされていないっていう、あったところで別にいてもいなくてもいいよみたいな存在だったんですかね。あ、特捜家先生政治って感じなんですかね。確かにそれなら確かにそうなのかもしれないっていうか、そうですよね、特捜家のその非官人というか身内人がその足立や長崎が先制的な権力を握ったって意味ではそうなるんですかね。あの時期その何せ吾妻の鏡が途絶えているっていうことがあって、資料が残ってないんですよね。何がどうなってたのかっていうのがあまりよく分かっていなくて、そこを埋め合わせたのがその例の頼朝の武士団が再刊されたことで有名な細川茂雄先生なわけですけれども、貞時がやる気なくしたのが悪いよっていうのは、そうですね、どうなんですかね。あれはその影の乱もよくわかんないじゃないですか。その北条貞時が実験を喪失したきっかけになったあれですけど、一体この時何が起こったのっていうのが全然わかんないですよね。要はその権力の指揮系統というか、まあ思い通りにいかなかったんだろうなっていうのはわかるんですけど、結局これ何がしたくて何が起こったのっていうのが全然わかんないですから、そうですね、まあ貞時はやる気をなくしたのか本当に何もできなくなっていたのかっていうのが正直よくわかんないですね。あのあたりも研究が進まないのは進んでるのかもしれないので下手なことは言えないんですけど、やっぱり資料が少ないってことなんですかね。そうですね、その武さんがおっしゃってますけど、ある日いきなり粛清が起こるっていうのが、まあ室町時代もそれはそうなので、急に日野家の誰でしたっけ、義助でしたっけ、暗殺されたりとか唐突に起こるっていうのはあるんですけど、鎌倉も急に足立康盛が襲われて殺されるとかいろいろあるわけなので恐ろしいですよね。慶長先生も別に慶長家は先生してないですねっていうのは、そのまとめ管理人さんがおっしゃる通りで、もうすでに慶長先生っていうのは成り立たない議論になりつつあるっていう感じですね。やっぱり将軍家もそれなりに力を持っていて、
慶長家は、まあその補佐的な意味っていう、その意味ではその何でしょうね、理想的な、今回の話で話したような理想的な幕府が描かれているからといって、それは慶長家とは限らず将軍でも話は通るんじゃないかっていう話とも、まあ、通じるところではあり、小谷さんもちょっとそれは述べられていたりもするんですけども、そうですね、日本で先制政治やれてる人誰かいるのか、それこそその、まあ、何をもって先制とするかですけど、政権を掌握している、政権自体が弱いっていうのはあるかもしれないですけど、政権自体は掌握しているっていうくくりで言うのであれば、まあそれこそ藤原の、まあでも藤原の道長も、一応天皇の意向とかと衝突して三条天皇とかに苦戦していたりはするので、白河法皇とかは、それこそその院政のシリーズを作る上で調べたりもしましたけれども、豪祖とかに苦しめられていて思い通りにならないこともやっぱり多いんですけど、少なくとも朝廷政治は掌握したと言っていいんじゃないかなっていう感じはありますね。ある日突然の粛清の例で義教がやったことばか出てくるっていうのは、まあそりゃそんなこと言ってるのは義教くらいですから、まあ、他にいないとは言いませんけど、やっぱり義教が多いですよね。一室のおっしゃってるように、一色義経もそうですし、日野義介もそうですし、そうですね、その蝦夷地の足軽さんがおっしゃってる通り、政権掌握していてもどうにもならない相手っていうのが、その中世っていうのはいわゆる検問体制と言われるものなので、その力を持った家っていうのがやっぱりたくさんいて、その一つ政権を掌握しているからといって他の家が言うことを聞くかっていうと、別にそうではなく、その家の種類もその寺社公家武家といろいろあったりするわけですけど、他の有力勢力をに言うことを聞かせられるかっていうとそうじゃないっていうのがあるので、その朝廷を牛耳っている、鎌倉幕府を牛耳っている、室町幕府を牛耳っているからといって思い通りになったかというと、別に国内の政治が今みたいに一元化されてる世の中じゃないので、なかなか意思を通せないってこともやっぱり多いですよね。そうですね、白氷を踏む事実は伊達じゃない、まあそうですね、白氷を踏む事実は本当にその義教政権を表している、まあ一言で表すものに近いような感じではあるんでしょうけど、ただ割とその白氷を踏む時節に限らずかもしれないですけど、結構そのこれを書いたのがまあ貞房親王ですよね。その政元さんの、没落天皇のシリーズにも出てきたあの主人公ですけど、割とあの人自身の口癖みたいなところもあるので、そのイコールとして結びつけていいのか分かんないんですけど、そのやっぱりお公家さんや皇族ってすごい大げさな表現をいつもするので、すぐに万人恐怖とか言うような人たちなので、どこまでそれをその義教の象徴にしていいのかっていうのは難しいんですけど、鎌倉幕府も室町幕府も政治的な事件があった場合、配下の勢力や接見に対しての説明がほとんどないので先制的に見えるというのはあるかも。そうですね、本当にそういうふうに思います。何でしょう、政権を牛耳っているイコールものすごい権力者で抗える者が誰もいなかったみたいなイメージになるわけですけど、その政権自体が現在よりももっと小規模なもので、国家に一つ政権って、まあもちろん室町幕府も鎌倉幕府も全国の武家を束ねる存在ではあったんですけれども、他にも全国の寺社を束ねるというとちょっとあれですけど、その
全国に末字を持っている寺社もあれば、公家もいれば朝廷もいればみたいな世の中ですから、うん、そうですよね。そういうところも含めて、その政権だけ見ていては、その権力が見えないっていうところに政治史研究の難しさがありますよね。そうですね、すぐにお公家さんたちは言語道断、まあ公家だけじゃないといえばないんですけれども、武家も割と、まあ、すぐじゃないですけど、それこそ細川政元が、細川政元じゃない、足利義胤が細川政元にの討伐を命じた大友家でしたっけね、に当てた御内書とかでは、この度の右京の大分の企て、紀代の企て、言語道断なりとかいうふうに言ってたりするので、さすがに確かに義胤ならそれくらい言っても許されるだろうっていうのはあるんですけど、まあでも公家は特にすぐに言語道断言いますね。まあ個人的にはあれはその何でしょう、政治的な何かがあった時にすぐに、あの日本滅んだ、日本終わったって言い出すような人たちと同じようなノリのものだと思ってるんですけど、そうですね、義持にも白票云々は言ってるっていうのは、そういったところから踏まえてやっぱりそうですよね、その義則に対してだけ言ったわけでもなく、いろんなことに対してすぐその日記の旗手である定房親王自身の個性っていうのもあるような気はしますけどね。そうですね、義胤が言うのは確かに おっしゃる通り最もなんですけど、まあそういう表現をするのは公家だけじゃないっていうことですね。まあまあまあそうですね、荘園関係、そうですね、荘園社会っていうのは現在とは全然違うっていうのがあるので、中世社会も従来は荘園の社会じゃないっていうふうに言われてきたわけですから、従来その武家政権が広まっていって荘園はなくなったんだっていうふうに言われてきたのが、これまあ随分昔の話ですけどね、あって、でそのむしろ荘園制こそ中世の政治体制なんだっていうのが近年の中世史研究のあり方ですけれども、ようやくその一般向けの本として荘園という伊藤俊和先生の中高新書から出されて、僕もちょっと勉強しつつ読み進めていたりするようなところではあるんですけれども、やっぱりああいうのがあるとありがたいですね。まあまあそうですね、そのいわゆる権力論ってことになるのかもしれないですけど、その権力を論じるというのは本当に難しいことだなというふうに思います。そうですね、国家領ももしできない、そうですね、その入り合い地とかが特にその、まあ、面倒でありつつ面白いんですけど、同じ土地をいろんな人がその支配権を持っているから、そのなんでしょうね、決定が一元化されてないのですごい錯綜するんですよね。でお互いにその領有を主張し合ったりとか、そのお互いのそのお互いが一緒に共同統治しましょうっていうふうに取り決めていたところで問題が起こった時に、さてこの事件をどう処理するかとかいうので揉めたりとか、いろいろあるので、そうですね、誰かが亡くなった時なんかにも言語道断って使ってたりする。それはあまり存じ上げなかったですけど、そうなんですか。あ、確かに、なるほど、驚きや嘆きを一言で表す感嘆句みたいなものなんですかね。そのなんでしょうね、 とりあえずそう言っとけばいいだろうくらいの便利さで使われた言葉っていうのはっていうふうに捉えればいいのかもしれないですね。一般向けのガチ歴史解説書が出ると本当ありがたい、それは本当に思います。あの最近は多いですよね、本当にありがたい限りだなというふうに
一歴史好きとして思う限りです。ガチになると一般向けにならなそうっていう、まあだからその間みたいなのが出てきてるんですよね。そのなんでしょう、一般向けでありつつ追いつけないことはないし、ちゃんと一般向けに説明はしつつ、ただなんでしょう、本当に興味がある人しか読まねえよそんなのみたいなのが増えてきている感じはありますけど、それこそその恵比寿交渉出版さんの中世武士戦書とかは本当にありがたいですよね。是非を匂わずなんかも便利ワード、そうなんですかね、そうなのかもしれないですね。まあその信長の是非に及ばずに関しても、その仕方がないとかよりも意味がわからないとかいう風な解釈のされ方もあるくらいですし、そうですね、まあ文脈に沿って解釈するしかないっていう、結局安牌な結論に行き着くしかないんですけれども、そうですね、まあ現代語訳を して解釈をすべきなんでしょうけど、その原文のニュアンスっていうのがなんとなく分かっても、それを現代訳すること自体が難しかったりしますからね。その原文のままの方がなんとなくそのニュアンスとして、あ、なるほど、言いたいこと分かるみたいなことがあったりするの で、それを現代語に直そうとするとなんかこれ違うんだよなみたいなことになったりすることもなんとなくあったりもするので難しいですね。今でも茨城千葉のあたりにはよく入り合い地の名残があって、境界線を書く上でかなりめんどい、地図パズル屋さんがおっしゃられると説得力が違いますね。やっぱりそういうところは名残があるんですね。まあ当時の荘園の名残というか地形自体に名残があるっていうのはよくあるパターンで、荘園史研究の方がよくフィールドワークとかされてたりもしますけれども、そうですね、信長が本能寺の変を受けたとき、最初は信忠と勘違いしたって話は確かにどっかで聞きましたね。ちょっとどこがソースだったか僕は忘れてしまいましたけれども、丈介が別心かっていうのは確か、あれ何の記録でしたっけね、確かそうですね、どこかに書いてあったと思います。同じ言葉でも概念違うってことはあるんだろうなっていうのは、それは本当にそうです。あの資料を読んでて、今回はこういう意味では捉えないとか、本来この言葉の意味はこうなんだけれども文脈を読む限りそうは捉えずにこう読んだ方がいいとか、そのなんでしょうね、あんまりかっちりしてないんですよね。なんとなく書いてるというか、まあそれは現代人もそうですけど、現代人以上に随分言葉の意味について曖昧なノリで書いてたりとか、その読めればいいでしょみたいな感じで文字も間違っていたりとかザラにあるので、三河物語ですか、三河物語どうなんですかね。まあ本能寺の変に関してはその本人の近くにいたのが人に聞き取りを行ったのが太田牛一くらいですから、他の記録をどこまで信用しているのかっていうのがちょっと分かんないですけどね。少子とか典型と、ああ中世だと気の毒痛々しい、あ、そういう意味も込められているんですね。そうですね、個人の日記とかなら、個人の日記じゃなくても結構その上申書とか、それこそ目上の人とかに出す報告書とかでも結構適当なこと書いてたりするっていうのが中世だと、特に荘園とかの資料だと普通にあったりするので、本当に読めればいいだろうのノリだと思いますね。ただ日記に関しては案外その親族以外に見せるものでもないっていうのはそうでもなかったりもします。あの
結構その有足故実と言いますか、後々にまでその洗礼が分かるために、その洗礼重視である以上、前はどうしたこうしたっていうのが分かるためにつけてるっていうのがあるので、まあ一族だけに秘伝のものっていうのもありますけど、案外その何でしょう、公式の役職の人とかでやったら、あの見せろって言われたら見せなければならないとかいうようなパターンもあるので、そうですね、まあそんなところでも結構めちゃくちゃ書く人はめちゃくちゃ書いてるんですけど、まあ普通はある程度抑制的に書くものですね。包み隠さず悪、なんか人の悪口書いてるって人とかももちろんいますけどね。そうですね、参考資料的なものですね。なのでその以前は洗礼ってどうだったのみたいなことで、だからそのでも親族にも受け継がれていくので、その公家の家を継いだ人とかは、その祖先というか先祖たちがつけてきた日記をしっかりと読んで、で 前はこういう風にやってたっていうような古実知識を蓄えていて、でそれをもとに朝廷でお仕事をするんですよね。では検閲もあり得たってことですかねっていうのは、そうだと思います。確か特に平安期とかは そういうのがあったと思いますね。だからその日記にその洗礼以前どうやったのか知りたいから見せろっていうような手続きを取れば、確か開示請求とかはその行うことは可能だったと思います。その当時はの話ですけどね。まあただそういうところでもその包み隠さず見られてもおかしくない人の悪口とか書き連ねてるお公家さんとかいるので、案外その辺のことは考慮の外なのかなっていうような人がもいたりしますね。見聞かりられて返してもらえない例、そんなのあるんですか。全然存じ合いませんでした。それは割と難儀なことでございますね。日記渡して返してもらえなかったら、結構その一族にとっては大きな損失ですので、当時日記ってかなり重要なものですから、それは争いの種ですよね。ああ、そんなこともあるんですね。まあ、今と本当に日記の重みが中世は違いますからね。そうですね。その JKG さんこと大立上皇も日記をつけて、だからその幕府政治の占領を残すってことだったんですかね。僕はその全然大立上皇の日記の意図とか全然知らないですけど、まあ幕政運営においてそのデータを残すっていう意味はやっぱりあったんじゃないかなというふうな感じですよね。ああそうか、現代でも日記は裁判の証拠になりますからっていうのは、そうか、現代でもやっぱり日記っていうのはつけているとそういうところで有利になったりするんですね。取られてもなんとかする某二条さん、某二条さん、ああそうか、二条吉本か、あれ違う、吉本で会ってましたっけね、何でしたっけ、ちょっと記憶が曖昧なんですけど、確かに何か思い出したような思い出せないような、そうですね、何かあったと思います。何でしたっけね、ちょっとはっきりとは思い出せないんですけど、まあまあそうですね、中世の日記っていうのはその見られることを前提に書いているっていう点で、そのいわゆる現在のダイアリーとは異なるものなのだろうとは思いますね。その点だから近現代でも原敬とかは後世その出版することを念頭に置いて日記つけてたりするで、ちょっと見栄を張ってたりするってことは言われてたりしますね。近代でもその個人的なプライベートな書状とか見るとものすごい弱っているのに日記では首相なこと書いてるみたいな、そういう例もあったりするみたいですけど、まあでも日記に本当に包み隠さず本音書く人もいるので個性なんでしょうね。そうですね、原敬日記ですね。
ではでは、唐突では、唐突にはなるんですけれども、一通りと言いますか、このままずっと話し続けていると、日も超えることになってしまいますので、本日は、このクリスマスイブで世間が浮き足立つ中、わけのわからない放送にお越しくださいまして、ありがとうございました。では、そろそろ11時半ということで、まあ、火を越さないうちにお開きとさせていただこうと思いますので、本日はありがとうございました。そうですね、結構いろいろ書かれてますけれども、そうですね、所有機は三永の悪口まみれですね。お疲れ様でした。では、11時半ということで、そうですね、良いお年をっていうのは正本さんの放送に招いていただいたあの生放送で言おうと思いますので、また、では正本さんの生放送でお会いいたしましょう。ではおやすみなさい。